Here we go. Oh. Here we go. Here we go. Here we go. 運動はベージー。バンドはイージー。イブジー。さあ、先生、バナナはおやつに入らないんですか？私あれ孤独にさ仕事中答えろよ。入りません。よし、入らないそうです。はい、というわけで、エスケープフロムタスクオフラテクセイ。なんだろうね、もう序盤からグダグダだね。まあいいんじゃないですか、遠足だし。そうだね、まあ遠足だしな。こんな感じですか。うん、ちょっと待って。音量の調整これ無理だわ。配信できないっていうことに気づきました。配信できない、あれ、NVENC コーデックを開けませんでした。ジェネリックエラーインゼエクストレルライブラリー出力設定で GPU3 を選択しました。これをゼロに戻してもう一度お試しください。自分で試していた。それを配信準備 OK ってみんな言ってる時にちょっと確認してほしかった。私これ初めてだもん、こんなになったの。どんまいっすよ。あ、グリーンさんお疲れさんでーす。お疲れ様でーす。お疲れ様です。はい、クマさんが、いる戸惑っております。鼻がかゆい。トラッキングいつかハマるだろうっていう、この楽観的な楽観的なやつ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 やっていく。僕もじゃ始めます。大変失礼いたしました。よろしくお願いします。はい、何、ゴンさん今から始めるの？俺も始めちゃってたんだけど。もう始めてたよ。ごめんね。私も始めてる。あれごめんな、ポチポチポチなんだ俺。うん、なんかね、なんかまあ、いや配信っていうか、まあまあ、配信を開始前する前で、まあちょっとトラブったからよ。ごめんね。ごめんね。ごめんね、ごめんね。ごめんね、ごめんね。ごめんね、ごめんね。はい、というわけで皆さん、改めましておじゃす。おじゃすいえ。全力で阻止していく。ひどだいぶひどい。だいたいそうだ。何？いつか放送出た時やってやるかな。俺の声量に勝てるかな。昼までお願いします。スカブは4人しか行けないんで、今回は PMC PMC で、うん、準備してる間にこの辺りの話しとくべきでした。そうだね。今回は PMC をメインでやっていきますよ。5人いるんでね、フルパです。フルパッパパッ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 パです。ということで、どこに行くんですか？ででどん、明日、とりあえず皆さんのあれじゃないですか、あのタスク受けないとそもそもなぁね、いないんで、はい、皆さんのトレーダーどれ、はい、トレーダーの、はい、トレーディング行きます。真ん中のなんかトレーディングって書いてるあのカートのマークがあるやつを押してもらうと、なんかいろいろトレーダーの人がこうバーって出てきて、うん、そう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 。先生、はい、はい、あのエスケープタルフォフチャプタートレーディング。ランチャーになってますよ。うん、みかんさんランチャーになってますよ。画面出てないですよ、画面。タルコフのランチャーの方キャプチャーしますよ、これ。ゲーム画面じゃない。ちょっと待って。まあこういうこともありますよということで。まあまあまあ。うん、まあ不具合はあってもおかしくないですよということで。配信なんてこんなもんです。まあ実際そういうことですよということで。タルコフなった。タルコフなって、ありがとう、教えてくれて。みんな親切。はい。お、選べた。うん、でその、あのちょびひげおじさん選んで、そう、左上のあのバイセルタスクっていうところなので、タスク開いて、あ、タスク、はい、タスク、うん、でデビュート
ってやつがあるんだけど、そう、調子はどうだって書いてるやつ。調子はどうだ、いた、いた、うん、で、それの上の方にある、なんだっけ、アクセス押すと、そのあれ、タスクが受けれるよと。だっけ、もうそれで、まあ、そう、1時間半以内にやれよって言われてる。あ、それ合わせると光るんで。アクセプト、そう、アクセプト。アクセプト。あ、いや、あなたそう、ちょちょちょ。おい、あなたそう、お疲れー。コメントがアモンガースのまま。あ、ほんとだ。ちょっと、今日もう、ゆるって。今日、グダグダなんだ、ごめん。大変だ、大変だ、大変だ。これ何？カスタム、カスタムズ。カスタムズっていうマップでやれよって。うん、スカブを倒してこい。うん、スカブを。ショットが取ってこい。だから、さらにちょっと、そこちゃす。はい。もう受けたことになってんだよね。なってる。はい、はい、じゃあカスタムズいきますよ。じゃあ俺がまず、じゃあ俺招集するので、じゃあ10時を選んでいてくださいね。10時、はい、選びます。装備大丈夫か、みかんさんとか。あ、そうだそうだ、装備が、先生、うん、装備が分かってますね。まだまだまだ多分いける段階にない。 DMC でハンドガンにしときましたけど、でバッグの中ほぼ水と、水とかは多分いらない。いらないですか。あの、そうですね、2、30分とか街ずっといるとかじゃなければあんまりいらない、ね、うん、最初のうちは回復とか入れといた方が多分、うん、入ってると思う。みんなの枠を言ってるけど、僕のね、放送の概要欄にね、今日一緒にやってくださるアウベさん、プラスナインさん、ホモさん、みかんくまさんのチャンネルは全部貼ってあります。絶対見に来てくれよな。え、これ何、10時に合わせたらネクストを押すの？はい、ネクスト。てかみかんさん、みかんさんの画面なんか切り取ってないですか、配信画面。なんか今日ダメだ。多分右側映ってないですよそれ。なんだこれ、いきなり大きくなった、さっき合わせたのに。ずれてる。あ、無事帰ってきてください、ありがとう。遠足に行ってください。みんなの遠足シーン。うん、私とりあえず MP5 バナナを隠し持って行ってください。よし。バダダンバダダンバナナ。それあれ、まず、うん、今回の出撃をオフラインモードにする。うん、そう、オフラインモードしない。で、オフ、オフでそのままにして、ネクスト、そう、ネクスト、ネクスト押してもらえれば、で、俺のフレンド、ちゃんとし、あれなしてる？許可したよ。ちゃんと、あれ、あ、オッケー、じゃあ俺送るわ。はい。ありがとうございます。そのネクストで待機画面になったら俺どんどん送るから、あれどんどんみんなネクストでまあ待機画面まで行ってほしいな。どこだ、保険適用めんどいからしない。保険適用めんどいからしないっていう新しいね。綾田さん、お疲れさん。あれ、ずっとキャンプした方が良かったんじゃないかな。大丈夫かな。あれ、これいないんだけど、え、なんで。一応保険適用ってこうか。ちゃんといない、ちゃんと俺のやつやって、あ、いたいたいた、はい、あ、招待送ったよ、招待送った。よっす、よっす。はい、じゃあ、あとあれ、アウベさんとあ、イエス、ゴンさん、カモン、アユザキさん、高評価だけポチッと見ていけよ。アユザキさん、こんばんは。ウェー、こんばんは、こんばんは。あ、カルピスさん、初見じゃないよ。よし、招待と、はい、招待、はい、クリーンさん、ポカリはおやつに入りません。あとちょっとポカリ嫌いな。しゃあ、行くぞ。はい、5人、まさかのフルパッパ。ちょっと待って、操作から忘れてんだけど、これなんで、ね、今日初タラコフなんで、ちょっと画角調整しながらやりたいと思います。はーい、うん、ってことは、クラス君、俺らみんなのこととりあえず待ちながら行かないといけないな。うわー、余裕こ。僕に待つということはありません。お前さっき待つっつったよな。さっき待つっつったよな。置いていかねえっつったよな。お前つったかよ。絶対先行って迷子になるよ、絶対あれ。約1名やたらとあれだからな。めちゃめちゃ。どういうこと？プラスさん、どうした？え、マジで？はい、ナーザリックさん、初見さんいらっしゃい。挨拶だけ失礼します。ありがとうございます。はい、スニークさん、お、スニークさん、お疲れ様です。昨日の大会ナイス。超暑かった、住んでてめちゃめちゃ熱い戦いを、ありがとうございました。僕にシージ教えてください。あの、昨日はね、オルカの来れるメンバーで集まって大会見てたけど、超興奮しながら見てたんでね。
いやー本当です。みんなすげえうめんだよ。情報共有半端ない。はい、初見です。挨拶だけ失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ。今日から遅延放送有効にしてるんでね、あの僕の配信上に出てる時計と皆さんの時計照らし合わせてください。いやだ。腕時計してる人っているの？やだ。今。挨拶だけありがとうございます。あれだ、あれさ、ありがとうございます。去年までしてたな、でも。で、あの、あれスマートウォッチもどき。もどき。スマートウォッチもどき。もどき。4800円で買いました。セッション待機中。他のプレイを待っています。2分です。2分待ちます。ルートプールの作成だ。はい、龍崎さん、初見です。いらっしゃいませ。お疲れ様です。ありがとうございます。お世話に来ていただきます。ねなんだって言うんだ。さあ。いつになったらコメントもコムさんのコメントの増え方ってました。いや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 、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。ラブロー早いな。登場早かった。コムさんの趣味が連続と聞いて、あ、猫さんやっほー。いや勝てました、よかったっす。でもヒロさんこんばんは。生還でできない。あ、遅延15秒了解。次のね、大きい大会も頑張ってください、スニックさんね。ぜひぜひ。シュアラインでカスタムです。カスタムズだから今回違う。違うじゃん、今回違うわ。マップ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 。危ない危ない、俺。ちゃんと入る。遅すぎるでしょ。あ、そっか、私題名変えてないや。バッカじゃん。バッカじゃんって。これ、今日本当申し訳ない。ごめんなさい。ごめんなさい。カスタムズ。今日なんか残業してきてやろう。やばい。俺同じく同じく。はい。ね、タルコフね、足音とかすごい楽しんでほしいんで、今日バック BGM 出していきます。あのバコバコバコって音するからね。足音聞けるほどの静けさが来るのかっていう。そうだった。そうだったった。頑張ります。頑張ってください。ありがとう。頑張りますよ。みんな配信してるし。僕比較的静かな、大丈夫ですよ。うるせえ。嘘をつくの。ボツ個性になっちゃう。このメンツだと。Get ready! さあ、来たよ、Get ready! いやー。ここ終わったら戻します。タルコフ面白いっすよ、これ結構。あ、ごめんなさい、あの見てる人たちに、なね、一つだけ忠告。俺の画面ね、ちょっと黒い線めっちゃ入るんで気をつけてください。何いや、あの、じゃあ、あのグラボが終わってるから。これ誰？多分大丈夫、メモリさん。メモリさん。あ、結構みんな。誰が俺ヘルメット。白い車俺。ありがとう。バナナ持ってきてね、みんな。もう誰？ま、バナナ持ってきた。バナナ持ってきた。誰が誰だか分からない。もう一人走ってる。あ、いや、俺一人走ってんの俺だわ。とりあえずもう物資を漁ろう。まず物資。並走とか笑わないで。続いていきます。やばい。来ないで。集団で食わったら絶対逃げたくなるわ。フルパッパでやってんだもんな。なんもない。これも1マッチのプレイヤー人数決まってるんで、5人ここにいると敵少なくなりますからね、プレイヤー。あ、そうなんだ。なんか撃たれた、ね、どうやって開けんだっけ。あ、NP、あれ、そうか、NPC だから、あれか、スカブを攻撃してくるんだな。銃声がします。なんですって。みんなはぐれないように中継にいないと。俺の正面、正面、俺戦闘だよ、戦闘正面にいる。走ってます、誰か突っ走ってます。早いです。エイペックス感覚でやってる。どこどこどこ。大丈夫ですか。青コンテナ裏にいるの。ごめん。青コンテナ裏の葉っぱ。この多分あれ。近い、超近い。誰か分かんないけど。俺、先頭、俺。いや、あの、一人、もうすでにちょっと後ろはぐれてる。もう。頑張って追いかけてるから、大丈夫。あ、ごめん、びっくりした。ごめん。
なんかね、N ボタン反対なんだ、なんかおかしいなと思ったら。絶対やめましょうよ。もうこんなの戦いやめましょうよ。命がもったいない。あ、いるいる。いるっぽいるっぽ。この列車の下、だから下になんか今一瞬死体があったぞ。これは死体だ。こうしたら怖いなこれ。大丈夫ですか、なんか。あ、ちょっと近いかも。そこ通れないっすよ。怖い怖い。車が吹いてるような。ダメなんですか。いや、ダメですね。ちょっとねじ込んだらいけるかなって思っちゃいました。いけそうできないんだよね、結構。これ俺ね。俺、下、下いるね。一人なくない？一人、あ、いたいた、下に、下に一人。え、そう、こんばんは、こんばんは。なおさん、こんばんは。たぬくん、味方打って全力で謝るゲームですよ。やめよう。それはやだ。そんなゲームは嫌だ。皆さん大丈夫ですか？ちゃんと映ってますか？なんでハンドガンしか持ってないの？ハンドガンだけしか設定してないから。この赤コンテナいいっすよ、アサルト。ここタスクもあるんで、プレイヤーちょっと寄ってきますけど。赤コンテナ、この赤い、でかいやつ。赤コンテナ。ここか。に、なんか入ってんの？中の2階は、でも2階は鍵部屋かな。下の方にあの、アサルトコードが。面白いこと言ってます。下にして。何何何何。ちょっと何。ちょっと待って待って、誰が敵の、どれが敵なの。あち。とりあえずあれですよ。うかつに打たないようにしないと、あの相手が打ったらこっちも打つみたいになるんで。刺されそうな相手も多いな。あれ誰。びっくりするな。当たった。刺されそうなやつこれですよ。こういう木箱とか。みんなどこ行った？私一番。俺ま外にいるわ。なんか圧勝何も入ってない。俺だ俺だ、俺が今、俺がびっくりした。俺でーす。はいはいはい、はい、リアクションを、はい、リアクションを。このままにさ、このゲームホラゲーになった。いやいや、でも意外と明るい。いやでも5人いるんで、まだ明るい設定にするといいよ、これ暗いところでも。だよね。鍵もやってな。すごい高いんでしょ、鍵って。はい、PC ゲームなんで、マスキーボードでやってます。ヘッドセットっていいの？取れない。上登っていいの？上、そこあの鍵部屋だったよ。うん、今日ちょっと私持ってくの忘れちゃった。違うやつだ、これ持ってきて。足音聞くやつになる。逆に怖くなるな。でも足音してもあれなんだよ。制圧、先行弾の開け方はですけど、あの鍵がないとブリッジしても開けられないんで、降りてきてください。一人だけ上にいるんで。違う、後ろの階段からじゃないと。あっ、おっ、おっ、何？上で行ったんだけど、ナイス。死んだ？死んだ？一人単独行動したばかりに。焦らせろ！焦るしかねえ。焦らせろ！焦らせろ！誰？俺のキルだ。ごめん。え、一発で死んだんだけど。俺のキルだ。バカだ。バカ野郎！危ねえ。怖すぎる。え？終わったんだけど。リグめっちゃいいのついてる。ちょっと。リグいいのね。リグじゃない、あのスカブがあのミカさんのよりいいリグ多分ついてる。敵が？敵が。いや、薄めちゃったんだけど。ああ、ショットガンワンパン。これ下かぶってるのにアーマーつけてないじゃないですか、これ。アーマーつけたらワンパンじゃなかったと思うんですけど。葬儀しないと葬儀。ああ。葬儀。まあまあ。みかんさん。みんなのチャンネル見てね。みんなのチャンネル見てね。あ、お金もーらい。怖いな、今のちょっと俺引き締めてもらったわ。上でなんか奥の方行って、あ、そっち階段じゃないって言ってたら、もうなんかバーンって。あっ、私死んじゃったってなると思わなかった。ミカさん、これ保険かけてない？うん。かけてたらあれっすよ、あの味方になんか草むらとかにポイ捨てしまったら後で帰ってくるんで、できればかけといた方がいいですよ。はい。で、誰かさっきショットガンも拾ってなかった？あ、俺拾った。あー、いいなぁ、そのショットガン欲しいなぁ。まあなんか、なんかあれば、はい、モーラを。金と交換しようぜ、現金。1万5000円と1万5000円。これ、売ったらないなんだ。ハイエナにみかんか。でも多分、そっちの俺が
多分今俺が15,000円渡した方がワンチャン安い。高いか高いか。どこ行ったみんな。うん、専門集合。そう、専門集合。今専門にいるよ。専門集合。あ、これさっき言ったさっき言ったところにいる。これ俺です、これ俺です。あ、え、どこ。これ阿部さんだな。専門でどこ。専門ってどこ。こっち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 。あいて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 。入ったところとかじゃ分かんない。これね、意外とカクカクしてない。大丈夫だ、俺この放送設定で。じゃあ今のうちにみんなのチャンネル設定しとく。はい。出口どこ？出口見てなかったな。そこの青いコンテナ裏の赤い扉が開きますね。ああ、うん。こっちですね。これか。こっちですよ。あ、そっちか。恥ずかしい。恥ずかしい。こっちかっていう。めっちゃ恥ずい。必ず本部さんにあげません。なんで？くれよ。あ、これ？え？どこにいるの？ゴミ？あれ？一人どこ行った？あ、俺ちょっとアイテム探ってた。いいよいいよ。そのまま行ってて。いるいるいる。戦闘怖いな。戦闘怖いな。戦闘怖いな。おい、俺戦闘尽きていいぜ。ガガガガガ。この怖い。後ろから3人張ってくるの超怖い。ガガガ。ああ、押されたー。マサリックさんありがとう。全然見てない。誰かに押されたんだが。一応橋上と橋の下の行き方があるんですけど、どうします？橋なんかみんなすぎるのにいるんだけど下挟まってない。あ、上だな。足上で行きたい。ちょっと上で了解。うん、ここ誰かいたっぽいな。なんか空いてる。ワンチャンプレイヤーいたくさいかも。気つけてね。割と結構なんか最初から空いてるところとかもあるんで、ここ入れたりすんの。もう吠えると。うわ。いるぞ。渋滞してそれ。誤射怖い。そのみんなの塊が怖い。ちょっと前出るわ。前出る前出る。車線変わらないね。気をつけてくださいね。うん。ある程度参加した方が多分。どっから撃ってんの？よいしょ、こう。あ、するするする。ちょっと待ってね。今みんなのこの向こうの建物の方でやってやってるだけだと思う。この銃声まだでかいだけだわ。うん、塀の向こうでやってる。結構やり合ってんな。いる。え、あれって誰？どれどれどれ。あれ敵？こんばんは。あれ敵？はい。どれ？あ、味方。どうですか？あのなんか白い家、白い家、白い家。あ、そう、俺だよ、俺。俺、俺、俺。俺、撃つとこだったよ、俺。一人だけ、突っ込んでるから。撃つとこだった、俺が。撃つとこだった、今。あー、全然でっけえな。出ますね。やられてるね、結構。行く？マジ、本当だ、殺しそうだった。もう、本当に、自分どこ行くって。ここ、行こう行こう行こう。こっち行こう、こっち行こう。こっち行こう。めっちゃ大変。めっちゃ行ってる。いや、やり合いて、やり合いて、撃ちて。やり合うなら、右側のこの草むらから入りますよ。あ、こっち？あ、そっち。あ、右に右。オッケーオッケー。その、もう一個奥の草むら。ただ、草むらなんで、みんな一気に行くと。じゃ、先お願いします、ホモさん。あ、いいよ。おお。草むら兵の段差が。ん？こっち？こっち？あ、これか。もう打ち合ってたんで気をつけて。ん？これ誰？もう入ってる人だ。あ、阿部さん入ってんか。私入ってないですよ。ん？これ誰？俺そっか。あ、これ。俺レレレ。俺ハンドガンだからね、ちなみにだけど。私も入ります。いや、俺ハンドガンだから。音がすごいでかいが怖いよな。あ、ヘッドセットしてる。あ、いるいるいる。あ、いる。それ敵、それ敵。どこ？この、あれ、向こうのね、タンクの方にいる。3つタンク並んでるとこにいる。ああ！
ピングが終わった。叫び声が。タンクの方にいる。ナタリックさんありがとう。これ取れたんだった。あ、死んだ。え、死んだ。死んだ。うまいな、プレイヤーか。プレイヤー臭いね。音、うん、多分コード的にはプラ臭い。プレイヤー臭い。私上登りますね。了解。蘇生して。いや無理、蘇生ない。このね、椅子、椅子じゃない、あれ、この石の石の裏にいて、さっき。右の方に立ち移動してた。撤収、撤収アンパンだ。頭部だって頭部。でも見えなかった。ちょっとなんだ俺の。そう。よくわかんないけど、とりあえずなんか説明していく。うわ、ダメージ打ちかかってる。これ回復ってどうする？治療？回復はショートカットキーに入れてボタンを押すか、あのアイテムインベントリ開いてる状態で右クリックで使用ってのを押すと。タルコフやりたい。タルコフ高いよでも。うん、高いね。うん、あと買うのがちょっとめんどくさいですよね。そう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 。やられた。はい。ヘルメット。皆さんね、ここでね、あの気づいてきたエイミングエイペックス。みんなの画面見れる。いるいるいる、こっちいる。俺、俺撃ってる方向いる。ちょっと引くわ。やかやか。詰められたら私撃てるんで。何？あれか？もうちょっと回復膜、回復膜。うん、そうですね。真ん中より向こう側にいるのは敵ですね。今タンクの裏側ぐらい。グレ気をつけて。グレコロコロって落としたらだいぶ危ないですからね。これ何？これ建物？いや出血してんだけどどうすればいいかな。詰めてきてる。そっから動かない。今コムさんの、コムさんの裏ぐらい。そうですね。塀裏にいる。まあね、じゃあ回復がないんだよ。顔出さない方がいい。ああごめん。いや回復がない。回復がないっていうかあれ回復持ってなかった。うん死んだ。一人ずつやられて一人ずつ消えていって。いやじゃあハンドガンオンリーはきちいな。なんか武器持ってたいなあれ。ワンチャンやれた。下降りてすの。あ、食料はまだ持ってかなくていいの。そうですね、食料はさっきなんか私言った気がする。まだ塀裏いると思うんですけど。水はいる。いた。うわごめん。土台2ぐらい入ってると思う。頑張ってくれ。買ってくれ。食料こんばんはいらっしゃいね。叩き寄ってくれ。私がグダってますけど。死にそう。お疲れ様です。ナイスナイスナイス。ナイス死んじゃう。私しか残ってないのやばい。頑張ってもう。限定企業。いるいすぎるここなんて。ややつ悔しい。まだ充填するし。どれに使うのこれ。真っ暗。やられるとあんな感じになるんだって。うん。ビョーンなる。ビョーン。ああ。俺の武器たちが消えていった。あれ保険入ってんのか。え、保険入ったらどうなるの？保険入ってるとその敵に漁られなければ帰ってきます。その持って帰られなければアイテムを。それっていつ、あそのマッチが終わったらってこと？いや、リアルタイムで1日後ぐらいかな、多分。そのかける、トレーダーさんによってちょっと違うんですけど。MP5 が消えてた。もう私なんか両腕と片足持ってかれてる。それか。ハンドガンで頑張ろう。ハンドガンでやれるのはナイファーとスカブだけですよ。武器購入？これでいいのかな？お金は買えそうなくらいはある、ね。もうハンドガンでスカブを倒して奪ってっていうのが一番理想ですけどね。さっきみんないるしね。もう一人が倒して周りが。ハイエナのね。俺はハイエナ。肉を食らう。こういうことか。はいはいはい。こういうことね。肉ってそういうことか。ありがとうありがとう。ありがとうオリゴ糖。ロックタグを回収していこう。54。うわすごいいい装備してるな。SR 海底これ。あすごい。
弾を何使うのかっていうのが見たいんだ。スコープとSR買おうか。詳細で見れる。あ、詳細でか。武器クリックして詳細で。この武器、この武器持っていこうかと思ったけどダメだったな。ハンドガンで頑張ろう。なんか MP5 持った。マイクロ入れたら動き遅くなるとかじゃない？ですね。わからん、始めたばっかなんだよ高野さん。こんな感じでいいのかな？マザリックさんこれでいい？あ、ゆなちゃんかもちゃん。迷うな。多分私まだ時間かかるんで4人でスカブ行っててもらってもらって。ああ、あり。はーい。あさりに行こう。ちょっと弾だけちょっといろいろと武器ちょっとこれあれだな、一回やってから行こう。もうさっきのプレイヤーあれっすよ、アーマークラス5のかなり固めのアーマーつけて。ああ、だからあれだったんだね。頭へっしょ入れないと。そういうことね。ちょっと待って、保険適用しよう、ほとんど。そうですね、とりあえず武器となんかアーマーとかにかけとけば。 MP5 にしました。 MP5、 なんか MP5 持ってたっぴー、持ってたっぴー、持ってたっぴー、ベビータッピー、ベビータッピー。何やってんすか。13時34分ね、カス。え、行ってるの？行く行く行く。13どうや。13時。あ、ダムの13時30分ね。失礼。え、決まった。誰もいない。レディーでいいのか？レディーダメでしょ。あれ、レディーはダメですね、一気に行っちゃうんで。危ない危ない。あ、いて、え、いない、いない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 。これでいいのかな、適当な。え、あ、あ、ちょっと待って待って待って、ダメだ、ダメだ、これ どうやる、どこ行く。ファクトリーショーライン、やし、カスタムズかショーライン。私なんか、回復必要らしいんだけど、どうしたらいいの。しばろう、しばろう、しばろう。帰った時に回復入れてないとなっちゃうんで、どうやって回復入れるの。アイテムを、うん、ショーラインかも。うん、回復アイテムをインベントリ内で使用してもらえれば。シュアラインの13時ね。とりあえずみんなのハンドダウンぐらいちょっとこれ捨てしよう。カットしとこう。バンデージ。ホムさんめちゃめちゃ硬そうな甘きてる。これスカブだからね。うん、AK 持ってるの強い。あれ？なんでできないんだ？え、いる？あ、来てきた。ちょっと待って待って待って、私ちょっと分かってないや。俺なんかダッサイメット被ってんだけど。ダッサイメット、うん、ダセー服ちょっとダセー、ちょっとダセー。なんか帽子に帽子被ってるもん。 AI2 ってどれ、何 AI2 って。黄色い四角いやつですね。持ってた持ってた。それが肉の回復ですね。うん、スカブいいな。これでいいのかな。これでいいかな。よし、オッケー、保険かけたね、保険かけた。うん、てかスカブ行くって話じゃなかったっすか。うん、スカブ行くから今まずまだ PMC じゃないよ。まあまあ PMC じゃないよ。スカブだよ。スカブだよ。うん。スカブだよ。カスタムの違う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 、うん、カスタムじゃない。シェアライン、シェアライン。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 下の方ね。もう13時。そう、13時。こうやったことなかった。了解、ありがとう。行きましょう。ありがとう。行きましょうよ。好きだね。好きだね。レディはダメなんだっけ。レディはダメですね。はい、ショート送った。ありがとう。よし、行くぞ。私なんかふざけたキャップかぶってるけど、いい戦場にキャップとかあり。
いや、そこはね。あ、水もいらないですかって、水持ってきちゃったバカ。水持ってきちゃったバカ。やっちゃった。だちね、スカブはね、全員あれだから。なんでナタリックさんごめん。回復はできましたけど、バッグの中のマガジンは使えないんで、置いていかないと荷物になります。持っていっちゃった。どうやありがとうでも教えてくれて。もう一回ブートキャンプ挟んだ方がいいんじゃないですか、みんな。ブートキャンプ。ビリーズブートキャンプって何？いや、普通にあれですよ、基礎訓練ってことで、基礎的な知識一回みんなで詰め込んだ方が。ああ、勉強会ね。やっていくうちに成長しますか。やって覚えろってな。あれなんですよ、多分必要としてる人、あれなんですよ、なんて言ったんだろう、やって覚えるって言ってる人とブートキャンプが必要な人が違うっていう。私さ、前回すげえ教えてもらったのにもう忘れてるっていう。そうじゃん、そうじゃん。そうじゃん、そういえばめっちゃ教えてもらったじゃん前に。うん、すっごい教えてもらってた。すっごいガチガチにさ、緊張しながら挑んだんだけど。あ、来た、イエーイ。俺ル読み込んでるよ。はい、俺もうわかる、俺もうわかる場所。待って、置いてかないで。今いるところが赤い丸があるところ。百均に行ってそう、薄いわ。ペラペラしてる。あ、場所分かった。これ今ね、レディオタワーかな。ちょっと待って、ゴール確認。なんかいる？へー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 。出た。屈伸屈伸屈伸。俺屈伸してるやつ。ロードトゥカスタム。俺ね、2回押し。あ、うん、で、俺ロードトゥカスタムとルイニードハウスフェンス。私はハウスフェンス。ルイニードハウスフェンス。そう。うん、はいはい。サースフェイスパーステージ。あ、ゴンさんは？ゴンさん、声聞こえないよ。もしもーし。はいはいはい。なんかあそこにスーパーステージと、うん、ルイニードロード。ああ、そこに敵いるんだけど。どこ？前にいない？いや、あれ、スカブは今スカブで俺らやってるから、スカブは仲間だからね。倒すと敵対しちゃうからね。そうだよ、気をつけてね。おお。はいよ。あ、なんか待って、下ある。あー、でもなんか全部漁られてんな、これ。あ、いや、ある。ないや。トイレ行こう、トイレ。トイレ。トイレに、トイレ。トイレにさ、ロッカーって鍵かかってんだけど、どういうこと？トイレにロッカーって斬新だわ。なんかすげえいっぱい落ちてんな、これなんか。うまいなぁ。なんかちょやってね。うわ、やってね。空っぽだ。お、なんか308キーってやつ取れたよ。なんかキーが取れた。Okay、うん、なんかキーが取れた。あとこのバッグの中いろいろあるよ。NPC にどけよってさ。バッグないよ。この死体、この死体、この死体 F で探る。うん、だけど何も光ってないよ。光ってない。何にもあることになってない。ほら、誰かが中の。あ、みちょうさんね、みちょうさんだった。うん、みちょうさんの時は調べるってやつにしないと。ああ、出てた。ゼロだね。うん。なんかリグがあった。止めないでね。私脱出完了しました。お、ナイスー。さすがだわ。で、今レディオタワーに実際ちけえなこれ。
入らない。ラジオタワーでもラジオタワーでも。その赤い鍵が70万ぐらい。どこにあっ、ああなんか拾ってるー。拾ってたーだ。あのスカブ殺そうぜ。あの赤い鍵俺の運で。装備した方がいい。リグリグ。あてか今俺本当に今どこにいるかがわかんない。あここ開くよー。あれここどこだ。あナダリックさんジジアダマス。なんとか帰れました。でみんなどこ。ねえな。外にいる。リグ交換した方がいいらしい。よくさみんなさこんなにやれるよね。あこれ単発自重か。なるほどね。だからフロートにならないのね。えどういうこと。どあバックパックだとしようか。入られた。アサルトライフル出た。なになになにどういうこと。何がダメなのこれ。だから2つこ走ってる通る。よいしょ、はい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 。お姉さん、お姉さん右。ちょっと待って、これ外したいんだけど、リング交換したいんだけど、どうしたらいいの。何自分の着てる方のリグ、右クリックで外すみたいなやつがあるんで。捨てる。そうですね、多分捨てるで落とすんで。そしたら右からドラッグして、自分のところに落とせば。おお。本当だか、ありがとう。よし、はい。あれ、一人でした。来ない子か。とえどこ？こっちこっちこっち。右。あ走ってる。後ろ。じゃあのひ右向いて右。右向いて右向いて。な違う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 。うん違うあれ違うあれガチあれ普通ちゃん普通のあれか。あそこにいるのは普通のスカブか。これが今どこ走ってんだろう。目印になるもん。今の大丈夫だったんだよね。よかったんだよね。あ、こっちでいいんだな。走る方こっちでいいはずだ。多分ね。ごめん、これで落ちても大丈夫なの？が壁に沿ってギリギリ落ちないぐらいのに、そう、こう引っかかる。いっと。普通に高いとこから落ちると足くじきますからね。うん、くじいたわ今。くじいたときな。したりするとめんどくさいです。あちょっと汗赤くなった。あっって言ったよ。これ走れない。これ当分走れん。グレネード。これ足くじいた時どうすればいいの？足くじいた時、体力減ってるだけだったら普通に回復すればいいんですけど、骨折マークみたいなのが出てたりすると、骨折直しのスプリントとかがないと直せないです、ね。なんで足引きずって歩くことになります。セブンデイズ。ねえねえねえ、いる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 、ええグレネードを投げてきたね。あースプリングねえな。アナザリックさんありがとう。なずーっとなんか画面がぼやけたままなんだよな。多分それ痛いからペインで、多分ペインキラーとか飲まないと多分ダメですね。もしくはスプリントで回復。ペインキラーがないな。ペインキラーうん、うん、しゃがむの C だった。なんかこんなに何微妙なしゃがみ。走れん。誰か俺に回復を分けてくれ。エピックス。あ、スプリントスプリント誰か持ってない？ありがとうございます。ナザリクさんありがとう。スプリントない。誰か骨折してる用の。おおおお。一応回復アイテムはたまにスカブが持ってたりとかまあします。倒した。当ててるね。あ、こ持ってないごめん。ほむほむ。オッケー。どこなんか右側から聞こえるんだ。おお。ワンチャン相手殺してあれだな。バック下のバック下？怖っ。
あ、これか。あったあったあった。スプリントあったわ。ごめん。よかった。めっちゃ右手。両足か、これ。全然。音でも遠いんだよな、多分な。うん。怖いな。ん？これ誰だ？これ誰だった？あ、オッケーオッケーオッケー。いるよ。音源。私多分。なんか青の腕章してる。でも道路沿いでやってたと思う、これ多分。うん、道路沿いかな。ああ、多分この目の前の青い建物のところでやってたかも。銃声そんな近いもんじゃなかったから。あ、いた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 。どこどこ？私の正面。あ、いたいた。正面ってかこの青いとこ。もうあれ。撃たない方がいいっけ？わかんない。撃っていい。けど見えなくなっちゃった。おお。あ、まあ、ワンチャンあれプレイヤーくせえな。砂とかから普通に抜かれんだろ。え、これやばい。かぶって、私絶対 FF そうだからやめとくわ。ちょっとお寺行ってきます。はーい、いらっしゃい。見えなくなっちゃった。多分いや、あのね、右にずれてったから、ちょっとあれ前詰めてるよ。あ、うん。おーい。フェンス近く。いないかな。OK。怖いね。怖い怖い怖い。味方、ベータ2って大きい爆弾強くない？確かに。プラス3かな。その力が働いてこっちに来てね。ちょっと俺、うん、ちょっと俺前出るね。これ走ってんのあれ敵？え？プラスさん？あ、待てよ、これワン、待てよ、ごめん、これスカブやっちゃったかもしんない、下手したら。ソリなんとかベスト。カブ、あ、やつカブ生。戻りました。はい、おかえりなさーい。あ、アップルジュースある。飲みねえ、飲みねえ。飲みてえ。飲みてえけど飲めねえ。タイバック拾っちゃった。うん、あそこでピョンピョンしてんのは誰？車の横でピョンピョンして、あ、もうみんな行ってんだね。行ってないよ。うん、いや、行ってるくね。車の奥でナイニンさん通りがピョンピョンしてたよ。うんふん。あれ、もう後ろの方で寝てた人誰？私。あ、いるね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 。いるいる。みんなどこ行った、どこ行った？さっきんとこやった？もうやった？私今走ってる。あ、プラスくんやった？プラスくん声聞こえないよ。コメント欄よ、コメント読んだままだよ。ごめんごめんごめん。え、あ、待って、このスナイパーライフルもらっていいっすか？どこいんのみんな？青い建物？あ、こ、うん、そう、建物の方に行ってる。え、俺今これ入ってる。あ、これガチな人だ。人、これ人だわ。あ、ざます。あ、今3人集まってるとこ、ここか、ここ。そうそう、俺のスナイパーライフルがもらったぜ。盗まれていったぜ。ごめん。なんか鍵ないと入れないところだった。竜でっか。あ、弾持ってった方よ、武器持ってった人。じゃあこの辺近くいるから中身チェックな。中身チェック、了解。なんかお尻向けてるけど、かわいそうだけど。ナイスキラー様。いいな、俺もキルした。
ボディアーマー、こっちの方がいいの？絶対俺フルオートにできないよ、この武器。もうゼロになってる。どうしよう。おぉ、うるい、なんかボディアーマー着てないんだけど。あ、これ壊れない。うるい、ダメだ、ビクともしね。私ボディアーマー着てこなかったんだって、おかしい。着る意味ないですよ、マジで。手榴弾ですってやつ。でも私着てないよね。侵入するってだけだ。ドッグタグある。どうやってこれ選択するの？ゼロだからダメ。了解。選択できねえ。オッケー。よし。あ、ここもサーチできんじゃん。はあ。なんかマガジンあるんだけど。今ここ海沿いにいる。私ボディアーマー着てないよ、もしかして。ん、青い家があるところってどこだろう。よし、今私の画面4人の配信全部映します。あ、マジっすか、やば。あ、そう、ガソスタ全員の画面ちょっと見ながら待ってます。あ、はい、皆さん聞いてください。これ、はい、道路大通り出て右に走っていきますよ。はい、はいはいはい、残り19分だからもゆっくりして。あ、もうこれまた戻ってる、同じ道持ってきてるからね。はいはい、来てください。はい、はい先生。はい、じゃあこの道走っていきまーす。はい、ここ箱あります。私の画面ね、左上がホムさんで、右上、あ、でけえ武器あるよ。左下がプレスくんですね。ダスです。ホームでーす。全然、いや、自己紹介でした。いいな、アサルト欲しい。もっと、もう、はいはい、あげろ。セカンダリーに持てる。何、セカンダリーって。プライマルとセカンダリーで自分のメインウェポンが2本持てるから、そこに入る。入りましたー。入りましたー。すごい、なんか司令塔になった気分。お願いします、指揮官。でもあれなんだ、ライブがあるから。はいはいはい、あ、待って、後ろ来てねえな。そのまままっすぐ走ってきて。これずっと踊り走ってきて。はーい。おーい、さりげなくさっきのあれか、ゴンさんが取ろうとしてたやつだったのかな、サルト。あ、マジで。そういえば昨日青部くんが言ってたらへんってここらへんだよね。なんかスカブが、あ、いるいる、目の前いるわ、目の前いる。目の前走ってったな。え、だいぶ先、だいぶ先だわ。うん、あー、待って。つしかありませんじゃん。画質の感じとか。え、もうだって撃っちゃったから撃たれるでしょ。多分。え、うん、俺だ、俺だ撃ったの。おお、これこれ。あー、ごめん、弾速の関係あるからこれあれか、あんまり撃ちすぎない方がいいか。うん、ちゃんと偏差撃ちしないと当たらないですから。あ、いるね、いるね、いるね。スコープの時はゼロ点合わせないって、ちょっと森の方みたいな入ってた。あ、やらった、先に取られた、最悪。もう一人いる。うん、二人ないか。オープン。あ、うっ、やった、あれやれてない、わかんない、ちょっと近づいてみようかな。うん、ちょっと武器、怖い、怖い。ええ、ルカソンさん、じゃあコフ死にたくない。ね、来ますよ。来て帰るんだよ。なんだこれ、あれ、俺なんか出るんだぞこれ。なんだこれ、おぉ先生。先生、ちょっと待って、先生、もう姿が見えません。やばいな、なんか誤射しそうで大丈夫かな。だって、俺今フェンスが出るよ、フェンスが出るよ。うん、死体が1枚いる。どこ行ってんの、どこ行ってんの。死にたくない、死にたくない、死にたくない、正面いる。お願いします。ごめん、ちょっと待って、一旦退避。どこいんの、スイッチ。あっ、全然わかんない。ヘープヘープ、待って、どこ行った、どこ行ったかわかんないんだけど。いや、死んじゃった、死んだ。なんか巻いとく、なんか巻いとく、なんか巻いとく、テーピングもしとく。いや、できねえわ、やべえ、俺せったくそーす。なんかしとく、頑張ってー。これ入れるか、俺死んじゃうのか、俺。やっぱ画面揺れるね、揺れる。俺のアイテム奪った、あれ取っといて。この感じで取れるのか。
どこ行った？俺死んじゃうよ。俺死んじゃう、俺死んじゃう。相手倒して。え、俺死んじゃうこれ。赤いの、赤いの。赤いの。あ、血が、血が出てる。血出てる、血出てる。してんだよな。なんかもうね、この。やめて残りの人たちだけ残してちょっと死んだのやばいかもしれない。パニック、パニックだ。パニック状態だわ。あ、一人ずつ消えていく。もう声したんだよな。やっぱラッサン死んだ。あ、どこにおった。固まってるんだけど、もうちょっとやめて。ちょっとお近い。どこ、ね、っていうか、なんかお家のか。あ、うちらは NPC 反応しないわ。OK だ、大丈夫。出てこない、出てこない。え、ちょっと待って、お家どこ。あ、俺とプラス君だけだったんだ。あ、いるいる、あれ、あれじゃないの。あれじゃない、あれじゃない。あの、うちら敵対しないか。頑張って。でも手汗やばいんだけど。お家から直すやつわかんなかったな。なかった？え？なんでもない。何？出血のやつで。あ、多分持ってたと思うよ。これ多分持ってたかわかんねえな。なんか喋ってるよ。なんか喋ってるやつ。なんで歌うの？なんか喋ってるよ。なんか歌う何抽選したんだけど、な、誰イーグジー敵対してない。もう一人なんかピーカーかプレイヤーが近くにいるのかもしれないですね。安倍さんの配信見たら全員の見れるや。そうですよ、今一応あの味方のアサロっていう、あれ教えてくれてるんだけど、どういう、あ、いる。え、ちょっと待って待って、バッグでかいでかいの持ってるの誰。ああ、いるね、いるわ。お前ペンチを買える。はい、頑張って。頑張って。え、ゴンさん？あれ？いや、違う。今、あの、三河さん、敵対してないスカブを撃って、他のスカブに敵対されました。三河さん、はい、敵対してないプレイヤースカブですね、だから。あらら。あらら、あらら。あらら、みんなで生き残りたい。あ、全員終わった。おはようよ。俺はいつもおはようじゃん。あれ、何？今のは何？生還するべきだと、なんか漁られてたけど。おう。やべ、忘れた。え、全員死んだの？名前、ね、名前変えすぎだから変えないで、もう、これ以上変えるな。リーダーがいないと。はい、はい、では、はい、どんどん、はい、どんどん待機してください。何のせいかもやれず。あれですね、なんかあの、4人の画面をなんか、あの、ディスコかなんかの画面共有で全部映して見てみたい気分はある。すごい楽しそう。ゴンさんを撃って NPC に敵認識認定されてますよ。あれ、ゴンさんを漁ってたの。あ、じゃあ、ラグで、あれか。俺のことヘッシンパスで殺しても、なんか定期作ってくれてるの面白いんだが。え、だからありがとう。あさってのゴンさんですかって聞いたもん。そう、あ、なんかあさって、ちょうどみかんさんの目の前で、あの、あさってるプレイヤースカブがいて、で、みかんさんが聞きながら打ってたからちょっと早かったかなとは思ってたんだけど。ごめん、ごめんなさい。はい、皆さん、はい、どんどんレディー、どんどんレディーしてください。やっぱ人をね、打ちたくなるときにきっとあるんでしょう。うん、ストレスだね。ハンドガンでいくのか。何の戦略も得られない。チームさん、初見です、いらっしゃい。はい。どこですか、カスタムですか。カスタム。はい、16時。16時、はい、PMC だよね。PMC。のカスタム。なんかカスタム開いてもろて、ちょっと待って。あ、よろしくお願いします。あ、4時ね。4時でいいよね。ちょっと待って待って待って、あれ、自分の物品どこで見んの。あ、チャプター、はいはい、水とか置いてきます。はい、水とか置いてきます。バンデージもいらない。バンドはエイジはいらない。赤いくるくるのキャンディーみたいなやつだけあれば。なんか、あ、M止血隊全部に保険適用したい。そうだ、あれちょっと俺もあれだわ、そこら辺持っていかないとな。止血隊となんかメディキットいります、うん、メディキットってどれこれか。
スプリント持っていいと AI2 はいりますと、はい、皆さんあのペインキラーがあればあの錠剤持ってます、持ってます、持ってます、はい、ポケットに入れてた方がいい、とりあえずセキュアのコンテナが空いてるんだったらそこに詰めとけば大丈夫ですよ。コンテナって何ですか？一番あのポーチって書いてるところ、あるあるある、それに入れてていい、うん、そこに入れとけば死んでもなくならないから、あの、うん、回復とか詰め込んどいて、やられてもまあ最悪次の分の回復ちょっとあるみたいな、うん、了解です。マガジンいるかな、うん、あった方法が、ルーキー5のマガジンいる、いるないと困る、うん、ワンマガでやれるならいいんだけどあと予備の弾は、はい、うん、のカスタムの16時ね、はい、マガジンいらないの、マガジン俺いつでも OK よ、僕もハンドガンしかないんで、うん、いらない、分かってない、ちょっと2個だけ、ちょっとみんなの真後ろにはあんまり前立たないでいくか、ギリギリをね、みんながやりきれそうなところちょっと一回ちょっと誰かね、先頭立ってない人に先頭立ってもらって、ちょっと俺ら後ろからついていこうかなそうだね、なんか死んだら虚しいからな、うん、なんか何も、まあだからまあとりあえずゴンさんかみかんさんが前に出てもらってちょっとね先導してもらおうかなと、先生が後ろに立っていいと思ってんすか、うん、立っていいと思うよ、俺らは先生だからなんだ、俺らはじゃないけどあと時間6時前の5時の方ですね、うん、5時、うん、はい、はい、左側これ多分暗いですよまだうん暗い、え、まず5時暗い、6時過ぎぐらいじゃないと多分暗くて前見えない、あーじゃあちょっと戻ろうかな、暗いでもだって5時でも夕方だから暗くない、いや18時以降とかじゃなければ大丈夫ですよ大体、うん、目安はだいたいあたりです、あ危な、俺普通に17時ね、じゃあそっちに行こう、5ってそういうか、はい、5時左の時間で言った方が5時間違いないと思います、5時右の方時間選択、あ17時、じゃあ17時9分受験3日目、あ3日目なんだ、じゃあ17時9分で行きます、頑張って、はい、頑張って、山田さんから気持ちあんまり来ないかもしれないけどよろしくお願いします、よろしくどうぞ、誰、シキムさん、 UMP9 さん、あー俺んとこっていうかプラスくんのとこだね名前めっちゃコロコロ変わるからね、気をつけた方がいい、いやもうこれになったらしいです、いや絶対変わる、絶対変わる、タナベンチさん、そうタナベンチ、そうありがとうございます、はい、行くよー、こんばんは、行くよー、はい、もうモデルさトラッキングして動いてないから口だけだから逆に口だけ動く、なんか口だけすごい動くんですよね、ヘルメットかぶってねえから頭一発食らったら終わりだぜ、でもネットかぶってても顔面食らったら一発なんて大した変わんない、うん、大した変わんない、あのバイザーちゃんとつけてないと目とかあの顔面食らうと一発ですから、頑張って顔面狙おう、人間って落とせるけどね、サブマン、あとあのプレイヤーとか上手い人だとあのいい球詰めてきてるんでバイザーつけてても貫通します、わなんで極力被弾しない立ち回りが必要に、レレレ打ちっすね、いやダメダメただばらける、ただばらけるだけだから戻せますけどねってさあマップオロード中、毎回棚ベンチっていう名前忘れるんだよな、かわいそう、で多分名前変わりすぎて何が何だか分かんなかったんだよね目かゆ、やっぱり花粉症だ、来た花粉症の表症状、よし、まだなったことない、残ってやる、なったことない、でも大変免疫があるからね、ああ僕の会社生捨てなの挨拶勝手に勝手に MP5 はどの世界戦でも愛されるさ、確かにハマスも好きです、これなんか FPS やってたら覚えたね、銃の名前これだよ、覚えるよ、 CG やるまで全然知らなかったけどリロードすら知らなかった
リンって何？リンって何？BF とか、あそこら辺のリローディングとかやってる。おじいちゃんのスペックでできるのか、これ。もう寝る？寝るんじゃないよ。ただメンチ、呼んだじゃなくてさ。全部それにしろっつってんの。変えるな。シギム引退。シギム引退。ただメンチ復帰。復帰会。よーし。ちょっとまだか。ちょっとみんなで帰ろう。みんなで行こう。みんなで。まだお家帰ってきてないから。ちょっと帰ろう。揃って、ね。って遠足から今。こんな遠足なんだよ。そうそう。帰るまでは遠足ってよく言ったもんですよ、本当に。だから本当に遠足になったでしょ。棚ベンチの方が断然いい。怖すぎる。シギムは面白くないから、棚ベンチの方が面白いからいい。行きはよいよいで。なるほど。帰りは怖い。そうそうそう。行きはよいよいか、エリーは怖い。いやー。アップロードめっちゃ長いな。長いね。じらすな。他のプレイヤーを待っています。おぎじらし。やばい、水分なくなった。水分取って。ゲームのちゃうちゃうまだローティこの段階で水分減ってたらちょっとだいぶまずいちゃうそっちちゃうね自分自身の水分自分自身の水分本体怖いかなあたまめんさん一応サムネもチャンネル登録してありがとうございます顔が効くねどんどん知れ渡っていくな何がゴンさんがちょっとタナベンチ僕のタナベンチが来ましたよタナベンチ人気になってくるさあ4分経過な、ね、敵に弾当てたい10秒経過なかなかなんか長いね、うん、でもこれ結構マッチングするまで長いですからねこういう画面見てるのね動画とかで1秒経過あ、そうなんだ時間長いですからね3秒経過5秒経過おっナタリックさんが全員のチャンネル登録忘れてたんでしてきますいってらっしゃいありがとうセンキューナイスありがとうございますケビのハートにレボリューション本当にコインラーメンバーがもう私多分あれ待ってコインだメンバーがってどういうことだね、自分のことなんかはいや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 戦争する Get ready Get ready Get ready Let's go 揺れる回るグレム切ないよりあの女の色の女の色何言ってるかわかんねえんだ本当にありがとうございますもう私喋んなくても多分実況進んでいくみたいな感じはい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 皆さんよし僕ハーフさんなんでもお任せしますハーフさんこの感じ懐かしいね懐かしいねそうね楽を始めたらそこからですよみんないい銃持ってこれホムさんでしょいや違うよ俺 SMG 持ってきてる今回一人なんかめっちゃメット硬い人いるけどあ本当だ俺ハンドガンだけど明日学校などで落ちます。了解。オッケー。ありがとうね。50のやつ。クロバカーも。すごいな、この絵面。当たるぞ。あ、早速じゃん。あるんで、他のプレイヤー来るかもなんで気をつけて。またさっき。あ、さっきみたいに。上には行けるかもしれない。お、やり行くぞ、やり行ってやるわ、ネロ。うれ今回、カスタムの鍵持ってきたんで、上はされます。あ、オッケー。私さっき怖いんだけど。俺だけしか怖いな、逆に。はい、俺もそういうんだけど。開けまーす。ちょっと俺、ここまた、ショットガンイモいないか、ちょっと、いや、大丈夫だ、いないわ。うまそう、うまそう。中の奥の部屋は、蹴り開けて、ブリッジして戻って続いとこなんか下で足合わせしたんですねどうやればいいのこうやって蹴ればいいんだよブリーチを F で選択してもらうとおっしゃすごい勢いでおるあーいた普通に開いたねえわ待って先生5人でタルコシセーブ初めて見たって言われてるそんな
なんもねえな。そう、何人で行くべきか。一人。それじゃない。おお。打ってやがるぜ。もうみんな上に全員います。あ、いる。下にいる人撃っちゃいますね、じゃあ。うん、いたら。どこにいるの？どこ？敵どこにいる？敵どこにいるの？あのスカブ側かもしれないんで。あ、なるほど。あ、じゃあ私中入るんで撃ちたい方。いや、これもちょっとハンドガンだからちょっと。ハンドガンだからちょっと。どこにいるの？どこにいるの？どっから湧いてくるのかがわかんないんだよな。あの下から湧いてくる可能性があるんで。下、あ、階段上がってくるってこと？まああの倉庫周りに湧くんで。5人でここ待ち構えて。来いよ。来いよ。俺がおとりになってしたいこと。下もうちょっとあさりのとこあるよね。うん。そうですね。さっき木箱が奥。うん。あさろうかな。てか先陣切ると死んでくんだ。うん、だから先陣切って蹴らないようにしないといけないからな。あれ、うん、だけど俺はいいよね。あ、ありがとう。でもどうぞどうぞしてたらやられそうなんだよな。これか。これちげえぞ。もうちげえぞ。もう相手がある。あ、びっくりした。あ、マジで。でも、リアクション芸がもうすごいわ。いや、違う違う。やっぱり。マークランとか急に出てきたらびっくりするでしょ。これ開かんか。ない。すいません。クリアです、もう。じゃあ移動しましょうか。はい、移動。出ます。出る。出るぞ。一応左の内側も、だここもスカブ、あ、やってる、うん、やってる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 、もうやってる、もうやってる、死んでるそれ。下へ当たっちゃってください。コブコこんなんかもう全然知らないんだけど、怖いわ。いや、この絵を見てるの好きだわ、これ。よし、これはショットガン。ショットいいなぁ。ショットガン欲しいなぁ。これやばい。下に見られてる。下へ見てる。怖い。これも電気つく。あ、だったらこれ、弾の確認するの忘れてた。もらった。おっとっとっと。何も持ってないじゃん、その。多分全部漁られた。大丈夫ですか？大丈夫です。あ、あのね、赤コンテナの方でやってる。うん、やり合ってるね、今。はい、私が。ここの、この倉庫中、この44の倉庫。この中にあの武器ケースが1個。僕がもらいます。武器欲しい。怖い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 、もう怖いよ。これ見てください、これ。うるさー、それ。3人固まって、うるさー、押しのけられるんだけど超怖い、もう。あとは、まあ、次この辺りにバッグとかが、まあ、雑貨とかあったりはするんで。怖い。ハイエナのゴマちゃん、いや、俺も見てた側だから無視されてるけどって言わなくていいんだよ。なんだわ、MP153。あさろうとしたら押しのけられたからさっき。あ、あ、死体がある。あ、死体がある。おう、なんかこいつ、かわいそうに、こんな。あさりね。られないよ。さ、あったあった。あ、なんか。怖えな。やめよう。詰まってる。死体に群がってる。なんと行こうけら、弾しかなかった。何もなかった。まあ基本的にこのマップで美味しいのはあのマンションの方なんで、この辺りはあんまり。いない。優勢ですね。左の方で銃声すごいね。みんな結構撃ってんな。ですね。まあさっきと同じ多分テクトする。フラッグ。うん、ミッション完了したやん、これ。あ、そのオレンジのバッグ、回復系が入ってるバッグだね。うん。空でした。なんか光ってる。あと、ここの、あ、落ちてもあるか。
やったー PSU みんなバンバンアサリ入れる。めっちゃ先行して展開。今みんなこんなもんなかったっす。こんなもんなかったっす。みんなをダッシュでどっか行っちゃう。そう、なんもないなと思ってトロフィーとすると後ろから走ってくれるとちょっとビビるんすよ。トロフィーあったわ。あー、いたいた。よし、いろいろしてる。あとちょっとメイン武器もう一個欲しいな。欲を変えて。この辺りなんかあんのかな。この辺りあんまり来たことないんですよね。武器欲しい。何もないね。誰が誰かわかんないや。まあ、ちょっと一旦どっか集まる。みんな、まあここみんな大体集まってる。集まってるんですよ。あ、はい、行きまーす。はい、来た。はい。なんかあった。あともう一人、もう一人。俺一人、早く。おい、銃声鳴らして敵呼ぶぞ。よし、行くぞ。あ、すごいな。こんだけ人数いると壮観だな。え、アーメシ、いつも何人くらいでやってたの？え、それってあの前やってた時？そうあのサーバーの人たち。前やってた時は3人ぐらいが多かったかな。まあそもそも時間がやっぱり合わないとできなかったと思います。あ、泣いてる。楽しいな。楽しいですよ、マップ探索楽しいですよ。APEX にない面白さ。それは確かに。まあ、なんか常に程よい緊張感とかもありますしね。程よい緊張感。このメンツにあるのかってちょっと一瞬思ってた。あるよ。うん。あるあれか。あるから。じゃあ一応さっきと同じで橋渡って。なんかいない。あ、鳥か。え、なんかそこ死んでるやついるんだけど、屋根上。はい、これ。え、いや、生きてる。あ、ほんとだ、スナイパーやってんのか、プレイヤーだ。ハンドガンじゃ死なね。ブレモスだな、やっぱ。怖いっす。私もブレモスですね。怖いっす。よいしょ。あー、これは。よし。どうするといい？怖いな。あ、ジャンプ力足んない。あ、ジャンプ力足んない。足りない。ストレングスが足んない。ないだ。どこにいる？怖い。下の方行く。なんだよな。右下が下がって下の方を逃げてたね。渋滞してる。ちょっと、ね、もうくれよ。バラけた方がいいっすよ。ちょ、俺がちょっと前先行します。はぁ、多分下の方っすね、いるのは。橋は渡ってないっすね。ふんふん。どっちだ。こんだけ足音したら全力で引くだろうな。逃がさんぞ。危ない。落ちる。大丈夫ですか。怖い。骨折どころじゃない。この倉庫のどこかにデッドスカブっていう死体がある倉庫の中に、またにグラボ今120万置いてます。マジで。もうみんなすごい、来ちゃった。うん、カラくんの私です。はーい。はい。怖っ、ここ、まあ、ここ、遮蔽ないですから。普通こんなに堂々と道歩かないですからね。初心者だからこその動きね。めっちゃ消してる。あかねえ。開かねえでやんの。ちょっと今、なに入れないんだけど。あれ、なんかいた。なんか飲む。なんもねえ。おいち。あ、缶詰もらい。なんか飲んだ。おじいさん、あ、タルコフ今7000円で買えるよ、おじいちゃん。7000円。
あ、豊臣さんだ、こんばんは、いらっしゃい。よし、飯食った、お腹いっぱいいっぱい。よしけ。鉄骨側と左側のアパート側ありますけど、どっち行きますか？アパートでもいいかな。アパート行きますか。パーティー。カーテン。こっちこっち。大丈夫ですか。なんか一人足らなくないですか。大丈夫ですか。いや大丈夫です。後ろつけてますよ。大丈夫です。うん、ちゃんといるちゃんといる。この葉っぱを越えたらいなくなってきた。あ、あったアパートある。アパートのスタブボス開いてたりとかで結構物資美味しかったりで、マークド部屋とかいいものがいっぱい出るんで、プレイヤーより作る感じでた方が。いいなと。味方見失いやすいんで気をつけてください。了解。はい。部屋いっぱいあるんで。もうすでに2回と3回バラバラになってる。言ったそばから。これ2回。俺2回。まだやり合ってね。外スカブいる。撃たれてる。いや待ってなんか。いや外だな。待って。私なんか。把握できない。ちょっと助けて。どこにいる？どこにいる？やったか。なんでみんなつまんない。私なんかナイフ持ってんだけどなんで？そこスカブいる。あ、やる？あ、やってないっす。ナイス。あれ？はい。俺漁ってきていい。あ、いいよ。いや、怖いけど行く。そう、しゃがまないと。あ、なんかもうおるわ。しゃがまないと。扉開けた誰か今。うん、上の方で開けた俺。いやな。俺3階にいる。ワンチャンあれですから、部屋の角で待ってる時とかたまにあるんで。本当に、はい、みんないなくなると分かんなくなっちゃう。じゃあちょっと一旦、じゃあ俺2階行こうか。はい、2階でーす。あ、フリーチって何を押したらいいの？フリーチって。フリーチ F ですか？扉開けるとかと同じで、はい、うん、F を押して。もうみんな入りました？はい。俺2階入った。扉閉めますよ。あ、僕外でーす。大丈夫ですよ。ちょっとちょっと廊下のど真ん中で立ち止まられると前の方に進めなくて。今登ってきてんのは？今登ってきてるの俺です。あ、僕です。撃たないで。報告大事。報告大事。あ、なあれが取りたいね。なんか弾もらったわ。怖いな。なんだこれ。シュガー、砂糖。砂糖あれっすよ。今10万ぐらいっすよ、1個。マジ高くね？フリーマーケット10万くらいで売れます。みんなどこ？ 3 階？ 2階。あ、奥か。で、僕今3階います。開けられん。だけメンツいるんだったらマークドキー持ってきてもいいな。今あるし、今笑ったっしょ。なんで扉ケッパでそう見てんだろうと思って。なになに、誰か撃ってる？いや、撃ってはない。扉ブリーチしただけです、ね、え、向かい側から撃たれてない？撃たれてる。向かいのアパートから多分。危ない。グレネードとか気をつけて。うん、はい。部屋中特に入れられるから。わかんな、うん、怖い。下どうやって降りればいいの？3階誰もいないよね。3階私いないです。あ、オッケーです。多分詰められるから。今降りてきました。僕です。お、2階いる。怖い。2階です。俺こっちが怖いな、これ。オッケー。俺ね。怖い。あ、3階誰もいないよ。もう俺あれ全員で3階行きましょうか、とりあえず。了解。3階登りまーす。はい、登る。止まらないで。行け。はい、進め。トイレのクリアリングします。はいはい。なんかこれクリアリングこっちなしね。ゴミが溜まったシャワーに入る。ちょっと奥まで行きます。全員で部屋見てもらって、3階クリアだったらもう階段見とけば大丈夫なんで。あと奥左
左トイレです。ああごめん、あマジか、ごめん、窓から狙われた、死んだ、まだ気をつけて。いや違う違う、屋上ちょっと空いてて、なんか武器あされるところだった、そっち行こうと思って一回クリアリングしたら即抜かれた頭。そうですね、完全にあのさっき狙ってた人ですね、窓側から。窓も車線通ったら多分抜いてくるんで。怖いな、やばいな。とりあえず私外階段の方は取れてるんで、他のところ漁ってもらってなあ、まあ、本当油断すると一瞬で抜かれますからね、プレイヤーは。単独行動やだな。あさらんといて、まんまにしといて。え、保険かけてるんだったら草むらに投げた方がいいですよ、多分。あ、投げてもいいよ。あのそのままにしとくと、多分やったプレイヤーがあさりに来るんで。うわ、扉アンロック、鍵開ける、ブリーチ扉開ける、モーションできます。来るかね、来るのかな。どうしたね、こんだけアンショットしてるから、そうでしょう、こっち来て音聞いてやめる可能性もありますけど、ね、まあガチムチだったら我々の装備じゃ抜けないんですけどね、走行。怖いね、どうしたらいいこれ。とりあえずちょっとここを開けるんですか、階段出口。はい、はい、ここで登ってくるの警戒してもらって3人でここに。この屋上も開いてるっちゃい。怖い怖い怖い。あ、わかるわ。ペーペー社の歴来る、こんな感じだわ。ペーペー社の歴来る？ペーペー社。あの、アイアンサイト。うん、持ってる武器の、はい。見づらいの、こいつ。あ、マークドペア開いてないんだ。ちょっと次、マークドキー買ってこようかな。例えば今日って何時ぐらいまでやる予定なんですか、これ。特に決めてないです。OK です。うん、オーブンで。これみんなで、あれかな、マークドキーでうまうましたいな。あれをガッポガッポ、稼いで見せる。そうかね、どこだ。でもサイトつけてたんか、あれ。あれか。にな、サイトつけてた。ちょっと私、屋上で回収して捨てる役、ね。あ、気をつけてね。マークド部屋の鍵は20万くらいですかね。あれ楽しんだらもう僕たちは何をしたらいいんだ。お家に帰れない。やべ、スカブ行こっかな、今のうち。なんか蹴り開けた。あ、うん。蹴っ飛ばした。よいしょ、戻りました。はい。詰まる詰まる。私ここ離れてもよかと？いや、まだまだまだ。ダメだな、あの階段と外階段は一人ずつ見ててもらった方がありがたい。バンって開いたら撃つといい。あ、とりあえずなんかカタカタってあの階段登る音がしたら教えてほしいけど。待っとくか。厳しいから開けたらかな。まあ水分とかが足りなくなるんで一回引いて、多分あれかな、脱出目指した方がいいかな。次行きますか。そうですね、真ん中から行こうかな。じゃあ外階段から行こうかな。はい。つまらないようにあの一人ずつ駆け下りてくださいね。はい。はい。よいしょ。ゴー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 。どうぞ。頑張ってきます。はい。ボンジレを任せてください。詰まりました。ごめんなさい。このまま鉄骨側の道路に出てから左向かいます。はーい、先生。鉄筋不能とか鉄不能とか聞こえたら敵がってきてるんで叫んでください。この辺りで装備を捨てて、よし、オッケー。道路のところにスカブが湧くんですよね、ここ。湧いてるかな。うん、いや、わかんない。
とりあえずこの道路沿いにまっすぐ行きますね。はい、おい。はい。この辺りの角とかスカブ開いてたりするんで。もうちょっと、とりあえず味方の視認性優先で行きますね。車線切るよりも。はい。頑張れー。そこ死んでんだ。俺スカブ行ってこっかなと思って。あ、そうですね。待ち時間の間にスカブ行くので、うん、行ってくる。ありがとう。うわあ、なんか。生きて帰ってこよう。ナイス。スカブ漁ってもらって。なんかいいもの持ってんぞ。チラ見だけしよう。よいしょ。突然。勇気よこせ、この。じゃあ漁ってもらう。うん。あ、ちょっと周り見といてもらっていいですか。私弾かぶますわ。了解です。なんだこれ。リグどう？リグ。カーディ。ボルトアクション歩兵ライフルカーディ。向かって右側見てますよ僕。周り見るときはあのこまめに左右移動しながら。しゃがむのこっちか。あ、しゃがむセレのこっちか。アイパックこれいいやつも悪いやつも。アイパックはいい回復かな。アーミーバック。アーミーバック、アーミーバック。私名前かな。ああ、横もらっていいですかバックちょっと。ああ、バック。なんもないです。一番お世話になる横長バック。反対側見てますね。下までスクロールできるのか。了解です。初めて知った。武器しか見てない。なんかマウスホイールの下もしゃがめないなと思ったら。いきますよ。はい。で、左前のガソリンスタンドもスカブが湧くんですけど、今回は私鍵持ってきてるんでこっちから抜けれます。おお。ファクトリーキーがないと出れないんで大丈夫かな。ここはあの詰まりやすいんで気をつけて。はい。なんかあるぞ中に。大丈夫かな。スカブこの辺りのエリア湧くんで。はい。はい。はい。これ失敗されてる。まあそこ行き。帰りたい。あ、そうなんだ。で、こっちまっすぐ行くとあのオールドガスステーションっていう脱出できるかもしれない場所があるんで、そこ見てから行きましょう。はい。はい。ね、先生に教えてもらいながら頑張って。だだ。音がやっぱここも一応スカブが起動時なんですけど、あ、出れそうですね今回。うん、左側から行きましょうか。ここあの飛び降りると足くじくんで。くじくなよ、くじくなよ。出ます。スカブは軽いないかな。お前ですね。なんかこういうとこにいたらどっかから出た気がする。草むらにでも入るな。ここ一応スカブの脇小路。あとここにも一応クレートがあるんですけど、こういう緑の箱が蹴れるのと、空ですね。空か。もう開いてるんで多分漁った後かな。でこの家の中のこのスモークが出てるときはここから出れるんで、オールドガスステーション、はい、ここ入って、ちょっと待ってください。クリアリング下しないとこれ大丈夫っすよ。あー、大丈夫そうですね。一番奥まで行ってもらえれば出れるんで行ってもらって。はい。あ、来た。私まで一番奥まで行ってもらって。3、2、詰まってる詰まってる。あ、消えた消えた。ナイスー。全然前進め方あれ以上。ごめんナイスー。出れた。帰ってこれました。ただいま。ありがとう。帰り。帰りっつって俺が帰れてないんだけどね。いや、大丈夫。あの、スタッシの整理とか一応あるんで。あと、あの、皆さん、あの、あれさ、あの、水分とか食料を食べておかないと次の試合死にます。いや、本当に
ありますからね。あの食料半分ぐらい減った状態で行っちゃって、ジジ食べ物を取れなくてみたいな。ジジありがとうございます。ジジイ。キャラクターは全回復しているって書いてあるといいのかな。そうですね。全回復している状態なら大丈夫です。おい。はい。帰ってきた時にその回復できるならしておいた方が安上がりなんです、そっちの方が。よーし、クールゲットしたぞ。お、半分寝てたから餅食べてみます。皆さん、ぜひ。皆さん。餅食べてる餅。うん。余裕なんだっけ。そのレベル。うわ、マジか。はい、え、どあ、どこにいるか全然わかんねえな。死んだ。戻ってきたよ。ホムさんがレベル1からレベル2へ上がったのをドックタグで見える。1のタグと2のタグが。なんかよくわからん死に方したな。撃たれ、どっから撃たれてるのか全然わかんねえよこれ。そうっすね。なんか今のどこっていうやられ方結構します、ね。うん。うん、それやだなぁ。よーし、戦利品はペペじゃった。ちょっとワンちゃん、俺がリーダーすると死ぬ説あるから、誰かちょっとあれリーダーやって。ちょっとそんなことないよ。いや、やってやって、ちょっと売ろうかな。やってトラウマなんですよ。やってトラウマになってる人。ソケットスプリントバンテージ、ボルタクギかボルト、ラッシュハイダー、ラスタッシュうまく、なんだこの、サプレッサーリング、よくわかんないなこの辺。これだけ売ろう。あ、ヒロニーラこんばんは、いらっしゃい。この辺の武器欲しい。いらっしゃい。武器ハンドガン持ってくか。武器は高いな。45万。これ買おうかな、みんな持ってないですか。うん。ああ。おじいちゃん、お疲れちゃん。何このおじさんからちょびひげから買えばいいのかな。ちょびひげ、まあ、ちょびひげとか、あのおばさまとか、あのあたりがいろいろ売ってくれるんで、そこでアイテムを買える感じですね。なるほど。いや、なんか武器買いたいけど、いいのないな。武器かっこいい。序盤はハンドガンですか。ハンドガン、まあ、序盤ハンドガンでスカブ倒して武器奪うのが一番コスパはいいですね。あ、確かに。うん、まあ、みんなが倒してくれるからね、うん、まあ最悪パーティーならそれは全然に緊張して、よし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 、まあそれであのわらしべ状態で弱い武器から強い武器に変えていくっていうのもできるんで、それは最高。どうぞ、もう一回カスタムいく。カスタムズでいいの。分かんないです。カスタムズ、カスタムズ別なところ行くか。じゃあたまには分かんねえとこ行く。ルーティーン大切だよ、ルーティーン。なんかいろいろとあるんだよな。リサーブあるけど、そしてマップの構成的に一番動きやすいのはカスタムが、まあ狭めなんで動きやすいっていう、うん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 、シェアラインはあの真ん中の保養地のところに強い人が集まるんで、まあ回収が漁りやすいっていうぐらいか。ウッズはあの新しい脇位のところが地雷追加されたりとかしてるんで、ちょっと良くない。初心者向けだったのが大変になっちゃったんで。リザーブかな。リザーブはやめた方がいいですよ。やばい、ここやばい。無知しかいないですよ。あのグラボが湧くグラボ部屋とか、あのマークドの美味しい部屋とかがあるんで、あのハイリスクハイリターンみたいな怖いとこやだす、う
なんで、あの初心者におすすめ私がするとしたら、カスタムかシェアラインか、まあ打つワンチャン、カスタムでお願いします。はい、じゃあカスタムにしましょう。カスタムを5人殺すってやつか、まあワンチャンスカブやれればタスクも進むしっていうのも、まあいいポイントではあるかな。いや、むずい。くじ、くじ、はい、くじ、はい、はい、よし。今回ちょっと高いもの枠マークドキーを購入したんで、ワンチャンいいものが、うん、よし、あさってやる。 PMC のカスタムの9時ね。うん、今9時、はい、誰か俺を誰か招待してくれ。そういう、うん、おらん。たまには招待してくれ。どこに、あ、いた。じゃあ私、あ、ちょっとキーボードみんなのフレンドじゃないからな。私多分みんなフレンドなんで送れるか。あ、まあ、すごい。ちょっとキーボード変えよう。キーボード変えよう。いや、キーボード2つつなげてるからです。なんならタスクのあるマップがいいんじゃないかな。ありがとう。スカブでも使えるのがベスト。真ん中の下に青いバーでアイテムを自動選択って書いてある。チェック先よりよかったのかな。よかったかも。よし。ブラジル、あ、ブラジル、お、は、あ、穴、まあね。穴。いや。お、なに、うん、あ、じゃあそこで途切るのは良くないな。うん。やめて。グリーンですよ。いいですか、行きますよ。行きますよ。はーい。ピュアさをそれぶち壊してやる。もう絡むのやめようかな。だってママ気をつけた方がいい よ。じゃあこれ終わったらあのエーペックスキャリーでお願いします。エペキャリー、キャリーがキャリーだと、うん、キャリーパンダ、キャリーパンダ古い。言われてるー。受け待つ、受け待つ、受け待つ。ブレねえ、ブレねえ。この人ブレねえ。鋼のメンタルや。いや、強えな。厄介だな。え、歌うな、歌うな。若い子も乗ってくれればいいんだよ。ポンポンしてウェイウェイしたんでしょ。何ポンポンしてウェイウェイって。ごめん、ごめん、もう今のなかったことにしてくれもん。いや、俺は知ってるよ。俺は知ってる。ガザひどいわ。うん、うわちょっと高いところから飛び降りたいわ。今もう自分でネタ出しといて、そのネタ乗っかってるのに乗っかってどっかに分かってないっていう。切られたかった。何つけまつげから、何ポンポンウェイウェイってポンポンウェイ、毛先ですね、毛先切り。これは一応そのネタの系列ではあるんで、うん、ネタの系列ではある。あの乗ってる、どっちかっていうと乗ってるんですよ、ネタに。それは、うん、あの交差点で、そう、あの交差点で、でてれてれてててれ、なんか自分でネタ出しといて乗ってきたらバッサリ切ってる状態ですから今だな。私すげえひどい人に勝ってるんです。だからボケ殺しって言われん。そういうことで自分でやっといて、だから余計ボケ殺し、ボケ殺しという単語を出したのが俺だからね、皆さん。もうちゃんと書いてあるからね。ボケ殺し。おとなしく、あのドンちゃんだけやっといてもらって。ちょっと待って。出た。ドンちゃんの。ドンちゃんやちょっとお願いして、お菓子とちょっとやってもらっていいですか。ちょっとドンちゃんちょっとやってもらっていいですか。ちょっと。ここでやる。いいですか。いいですか。いやいいですか。ちょっとお願いし、ちょ一回お願い、一回ちょっとお願い。うん。クラスさんまで。いや俺ばっかじゃちょっと面白くないじゃん。飽きるからさ、やっぱ。あ、じゃあこれ終わったら、あのゴンさんとブラスターにもね、ちょっと声真似してもらって。うわー、やばいやばい。なんここ先が曲がってくる。いや、ゴンさんは得意分野あるからね。うん、いや、まあね。あ、て待って、違うんだよ。あの俺いいじゃん。俺さっきのバッサリの毛先切りでも許してくれ。もうメンタル。もう、ゴンさんの状態に。はい、はい、ドンちゃんまで3、2、1。もう一回、あ、それ
どの勢いなくて笑っちゃった。あのね、いや、ね、なんだろうね。高音出せって、この低い声から出せっていうのはちょっとね。あの、救う、ちょっと救いようがなかったね、今のは。そう、いきなりはちょっと上げれないよ。でもね、このドンちゃんの真似はね、アウベシと、遊ぶようになってから、多分たった1回目、初回のさ、配信にお邪魔して、これやって怒られてるからね。ちょっと逆に、初回の参加でこれやってたって思うと、ちょっとあれだけど。うん、なかなかドン引きだよね。いや、もうね、肝座りすぎてんだよ。その時から考えたらさ、あ、うん、私は成長したのかなって思うよ。いや、ほんタルコフやってるとか信じられないもん。この時はね、本当にあのシージやり始めで、三河さんシージやりに来たんですか、それともバイオハザードですかみたいなさ、うん、壁にね、顔こすりつけて壁に顔こすりつけてあと、あの敵目の前にいる中、あの通路のど真ん中でなんか銃乱射してて、もう仁王立ちしてて、めっちゃあれ、もう今でもあのフレンドさんの間で語り継がれてるから。へぇー。Get ready! Get 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 ready!メインキャラクター。よーし、絶対帰る。あさって帰る。おはよう。あ、ここだ。え、一番最初のところだね。ああ、ですね。本当だ。まあ、ピーチ一緒なんだね。ヒロさんからもただのやべえやつだった。か、過去五年ぐらい前。五年ぐらい。まあ、もう五年前。走ってくんだよな、やっぱ。もう配信始めて今年は5年目ですから、何気ね。時が経つのは早いよな。早いんだよ。今やってるんです。聞いたら、え、私じゃもう6年近くんだよ。俺多分青部さんと同じぐらいだよ、多分やってるの。やばいですね。私2016年の4月ぐらいからだから、そうだね。新人だ。新人だぞ。おい、新人、コッペパン買ってこいや。半年っすよ。あら。いや、あの時なんてまずね、なあ、ちょっと配信しただけで100人超えた。それ遅い。もうみんな、あ、いた。私迎えに行く。え？そのまま、うん、道に出ててもらって。いた。同じとこ当たるから。出口だ、出口。あ、赤いやつ。赤いやつって赤いやつ。赤バックは雑貨。ああ、出た。またここ来たんか。死んじゃうからやだ、俺。こうもうなんか恐怖でしかない。2年くらいで行くならみんな待っていかないと。はい、待ちます。絶対死にます、これ。俺も装備が装備だから死んでしまうがな。死んでしゃがむんだって。そうですね、C でしゃがみ。俺コントロールでしゃがみにしてる。何だ。何って曲がるんだけど。よし、じゃあクリアリングしてきまーす。はい。お願いします。ゴー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 。クリアリングするっつってのにゴーゴーゴー言うな。入ってきたら撃っちゃいそうで怖いんだけど。あ、サル。俺は武器を手にするんだ。だ上かけ開けに行きますわ。ハンドが上だ。奥に行ったら上つけばね、気をつけて。はいはい。なんかリロードする癖ついちゃって。いないと信じたい。ねえなぁ。あ、いいな。扉開けまーす。手前開けまーす。よいしょ。なんもねえ。武器ガチで今持ってないから、ほんと武器欲しいわ。武器、ここは武器出ない。あ、なんかすごい手がね。あ、ごめん、上上がってる今。なむなし。ないね。怖い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 怖
ポシャレ仲間を撃つなよ。いいか、振りじゃないからな。撃つは敵だ、敵ねえ、なんで俺やねん、マジ、毎回。どこもう無理だって、本当に。終わったの？終わった。それ、あれ持ってます？ドクタグあります？いや、ドクタグないっすね。じゃあ、スカブかな。なんなん、もうスカブっすね。おもん、あ、AKM 持って。おもんねえ、これマジかよ。はい、まだあとマイクと帽子入ってますよ。死んじゃうと何もできないですからね。なんで俺毎回死ぬが。あ、痛いだ。ホムさんのドクタグだけが溜まっていく。ミカさん、リグ取った？リグ取った。いります？いや、じゃあ武器あげるよ。リグの中に多分マガジン入ってる。早くみんな戻ってきてくれ。はい、帰ってきて。武器とか保険かかってますよね。かかってる。いいです。おわ、マジで。あと、回復系は、なんで毎回俺ばっか狙ってくるの？わからんのやけど。てか、いや、めっちゃ味方打たないで、みたいな、私やってます、今。コメント読むのからの、あっちこがった。流れ作業。落としたよ。あと、バックが出てきた。どこに落としたの？この辺り、腐らないから。これどこに捨てるか。取るってどうやんの？落ちてない？落ちたじゃない。何？また撃ってやがれ。川のあたりです。ちょっと手前かな。ハンドガンしかないです。リロードします。これインベントリってどこ？もう俺はダメだ。インベントリってあのタブで開いてる手持ちのバッグとかかな。あ、はい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 、了解、ありがとう。拾ってた。たまこんとこ。わかんでしょ。みんな今どこいます？まだ箱の中にも。ちょっと私の玉ちょっと込めます。喋ってるとスカブなんだね。了解。基本的に一応プレイヤーも喋ることできるんですけど、あの自動で近づいたりとか気づかれると喋るんで、スカブは。なんか急にあれですか、角からなんかすごい叫び声したと思ったら角に近づいて死ぬみたいなこともあるんですね。あれ、ミカさんマガジンあった？マガジンない。うわ。あの リグの中調査すると出てくるかも。修正なんだ。じゃあ早めに抜けちゃいますか。はい。何も入ってない。オッケー。行きますよ。行くってよ。行くってよ。皆さんいいですか。はい。誰か。誰か誰か。お、千個取りますよ。はい。はい。二。あ。よし。諦めたな、あの人。諦めたな、あの人今。あ、ロシア語。ロシア語聞こえたら全力で逃げてくださいね、ボス集団なんで、マジで。うん、逃げないと。さっきの銃声のやつがいそうで怖いんですよね。殺してください。銃声が多分結構いい銃声だったんですよね。いい銃声？弾？まあ銃の種類によってなんか銃声がちょっと違ったりするんですけど。すごいな、プロ。いやでも最近なんかあの新武器とかが出てきてるんで、もうわかんない銃声が結構。うん、あー怖い。ここ走るのが毎回怖い。めっちゃ見えるもんね。うん、この先に一応スカブが湧くんですよね。あ、体力レベル7だった。お、ますねこれ前。うん。そっと一歩、みんなの足をついた。あ、いた。ちょ、危ない、前危ない。やった、頑張れ、ナイス。あれ以外に
アサリでやった、ナイス、すごい、いますよ。どこ？お二人、左の道路沿いと右の建物の間、まだいるかもなんで一応気をつけて。はい、武器が欲しいです。3人ぐらいは、うん、もう一個は道路の方ですね。お、武器が道路区、刺さる方気をつけて、当たりますって言って、当たります。あ、ジェンギョさんだ、こんばんは、いらっしゃい、うん、ちょうどね、今日序盤で噂してたんですよ。お疲れ様です。いるね、お疲れ様です。OPSK、うん、とりあえず私さっきの白い車のとこにいますからね。はい、みんなあさり終わったりしたら集合してもらって、ちょっと私弾込めますわ。はい。いやでもなんかこんだけについるとあれですね、アシン感が違う。プラス出ない、出ない、何やってんの。あーごめんなさい、大丈夫ですか。ね、昨日だっけ、これか、したい、チームのチームがこのね、今のメンバーが配信してる時に来てくれたよっていう。うん、トマト武器ある、これもらいます。あ、オッケー。今日もね、ちょっとあのベテランの方がね、あのうちのチームの人いらっしゃってるんで、お礼が引率してもらってます。最近のことはあんまり、あ、てかこれアーマーリグいらないんですか。アーマーリグ、まあ調べてます。あ、下までその見るの忘れてた、うん、いつも銃だけしか見ないんだよな。喋ってた、私迷子になったんだけど。アークパークが道路側に出てくれるか。あ、オッケー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 。それアーマーリグ、アーマークラスなんだっけ。今ね、一緒に MPS、ね、同じ、あ、アーマークラス4なんでハンドガンじゃ抜かれないですよ、基本的に。お、青ですがね。いやでも私、うん、2年前ぐらいにだいたいやめてるんで、最近の情報があんまり。でもやっぱ久しぶりになると楽しいですね、なんだかんだ。今アーマー着てない人っています？50年着てます。アーマー保険かかってるんだったら草むらにアーマー捨ててリグ変えた方が多分いいですよ。うえー、なんてこうてく。リグはお譲りしようかな。私なんかわリグを、あ、じゃあアーマーっぽいして、アーマーどこ、こういうのかな、これか、捨てるか、外す、違う、外すじゃないわ、なんかすっごい走ってる音が聞こえるんだ。あ、待ち時間の間にちょっとエンディランス上げてます。エンディランス、スタミナ上げですね。持久力を上げないと、あの装備、こっちのリグとこっちの記号しないアイテム、こっちのリグ記号しない、カムチェストハーネスブラック、ここに入れちゃおう。か、わ、わ、おーてちあれだ、私名前で言われても名称覚えてないんだよな、なんか色とか形で TB109、 TB106、 わかんないや、うん、アーマートリグのやつな、これ何、あ、あ、装備してるリグの方がいいんだ。へえ、みんな詳しいな。もう最近人口増えましたからね、タルコフ。あれでしょう、あの配信で、ね、こう有名ふんふん表なんとかさ。まああとやっぱりあの日本語化来たっていうのがでかいんじゃないですかね。そうですね。確かにそれはでかい。皆さんいいですか。はい。みんな走っていっちゃうけど大丈夫。さっきの下のところにいますよ。はい。うん、もうなんか先頭走ってる人についてこうって言ってみんないなくなっちゃうから。それね、先陣切りたいんすよ。この先陣切りたいんすよ。わかんないけど体が勝手に、体が勝手に、この右からもいけるらしいんですよね。最近私こっちの新しい部分知らないんですよね、右側。自信、うん、俺ファール持って帰りてえな。鉄骨側から行きますか。1年前にパッチ来ましたからな、うん、日本語化のパッチってことかな、うん、私やってた時日本語来るの、スカビル正面、ん、走ってんの、うん、スカブタスクある人優先のがいいと思うんですけど、前走ってるんで2人ぐらい、
大橋で車線被らないようにあれ追いかけて撃ってもらって、まあ最初死んだら武器は捨てるんで頑張って俺も撃とう車線かぶりとあの誤射気をつけてね、みんな怖い怖い、あ、撃っちゃいそうだなんか、すごい遅っ、なんか2人くらいな、うん、2人スカブは2人いる、あ、1人やったもう1人ヒーリングいない後ろ、うん、声する後ろ3人かな、うん、赤いコンテナ2つ並んでるところに私いるんで、あれなんかすごい、なんか俺めっちゃなんか一人どっか行ってるけど大丈夫、あ、俺負傷中、俺負傷中じゃない、死んじゃうかも、ナダレックさん諦めはしてないから大丈夫、まだ大丈夫、この銃声はやべえ、なんか横でなんかすげえ撃ってる人いるけど、これ誰、スコブ倒しました、スコブ倒しました、いやあのなんかフルオートで撃ってんのこれプレイヤーだよね、俺死んじゃうかも、何これ、やばいやばい、何これ、今 SKS 撃ってるのか、え、俺やばい、待って、何これ、疲弊状態って何ですか、出血ずっとしてると死ぬからね、軽症って書いてある、治療、治療してもらって、治療します、なんか血も、血のマークみたいなのがついてたら止血のやつを使ってもらって、うん、なんか近くにプレイヤーいるっぽいんで気をつけて、これ何したらいい、な、何これ、これあ、大丈夫だ、今日したけど、ありがとうございます、なんか美味しいぞ、やべえんだよな、隣ですげえやってんだよな、これ軽症って書いてあるのやめに、何回復、あの AI ツアーの黄色いやつ使う感じじゃないかな、うん、とりあえず回復しようしようしようって言って使えるやつとりあえず使えばいい、これウォーターもないのか、水もないな、あ、水もない、そうですね、ちょっと長いしすぎてるかな、そろそろ行きましょうか、水足んなくなりそうだね、やばい、持ってきてない、俺なんか画面が暗い、私も画面が暗いそれ完全に食料足らなくなってきてない、やばい、お腹減ってる状態じゃないの、やばいやばい、めちゃくちゃいないんですけど、 MMORPG みたいにめちゃくちゃなんかデバフついてない、なんか めっちゃあれじゃない、飯食ってない、飯持ってないでしょ絶対、ねえねえねえ、ね、早くあの回復巻きながら帰るんで、ショートカットに回復入れてもらって、いや、ありがとう、まあ一人足んないんですけど、すいません、多分僕が乗り遅れてます。今打ったの MP5 は私ですよ。今の MP5、うん、じゃまだ女性の方に。女性の方向かいまーす。いらーい。うろうろした。あ、来た。はい、で。バックいるのこれ。うん。食料そろそろ多分やばいと思うんで、早めに行った方がいいかもしれない。飛びまーす。行きたいです。あ、僕は逃げ切りたいです。あー、浮いてる。きますよ、あの回復みんなショートカットに入れてもらって、ショートカットに入れるって何、何ポケットかリグに装備して、でショートカットキーあのカーソル合わせた状態で4とか5を押してもらえば、ちょっと AI なんちゃ消えちゃった、あ、私あるんでこれ回復する人、それショートカットに入れてもらって、あ、やばい、もう走れない、ショートカットになってる、あの回復を押しまくってもらって、うん、もうない、ちくさん、しゃべってる人いるんだけど俺だあれ私のだ、どこだ、ゴールどこだ、やばい、道はこっちですね、回復しながら、え、もう店ですよ、早く帰ろうって言われて、うん、もう一人来てないけど大丈夫、え死んだ、食料不足で死ぬは一番しんどいぞ、いいか、撃たれて死ぬより嫌だなんかそれは本当っすよ、痛い死ぬしてっすね、いやー食料不足やばい、バカだ、出る前に食料食べなさいってやってしまった、単純にみんなゆっくり来てるから時間がかけすぎちゃったと思ったね、なんもない、まああの分漁るのが結構いっぱいあったっていうのもある、力を振り絞って入って最後まで30分弱ぐらいはかかる、そんぐらいかかるとさすがに陣地調達しない、目元が暗くなっていく、やばい、鍵開けます、全員腹なりで腹減りに全滅じゃん早くアミート本当にありがとうございます、アミートチョキ姉さんの推しのダイヤさん、一直線でゴールに行きたい大将軍、こ
とさっきのとこ、ね、回復、そうですね、さっきのオールドステーションの方でもフォトナやります、やります、よろしくお願いします。お願いします。え、なんて地味に建築の練習してます。あ、フォートナイト、うん、だいぶスムーズに階段立てれるようになってきた。逃げたいのにめちゃくちゃ銃声が。しゃべんないごめんなさいごめんなさい、びっくりする。やってます。いやだよ、死体ある。今回ここで入り口じゃない。多分あさってると回復足らなくなるんじゃないかな。回復どうすんたらいいの、買うというのかな、こうやって。回復はあのおばちゃんから黄色いのとか買える。とりあえず最初はあの赤いくるくる巻きのやつと黄色い回復とペインキラーがあれば。やばいぜ。ああ回復足らなくなったんですか。一人ずつ消えていく。回復連打してもらって、腹減りで、腹減りで一人ずつ。やばい、アイテムが足りない。腹が減っては戦はできぬ。無理無理やつですね、これ。そういうことだね。多分回復単、あれじゃないかな、あのアイテム交換の高いやつと交換しようとしてるんじゃないかな。アイテム足りないってのは基本お金で買えるやつなんで。全部バッキバキだ。目がどんどん暗くなっていく。どうやって買えばいいの。まあ、とりあえず、うん、頭の HP か両手両足全滅しなければ生きてられるんで。全部消えた。結構真っ赤です。回復あります。回復使い切りますね。何したいのこれ。私もないな、もう。死ぬな。ちょっと多めに持ったくべきだったな。他の人の分ごめんね。ちょっとこんな死に方すると思ってなかった。そうですね、結構リアルゲームなんで、もう後ろで消えていった。一人ずつ。また取引の確定で買えるの。こんなところで死んじゃまずいな。ハンドガンだけでもちょっと。あ、本当だ。そうだ、俺ハンドガンも消えた。買うしかねえ。そうですね、おすすめは PM かな、一番安いから。PM 何個とかのがいいか。ほっ、51個とか。 PM 6500ゼロゼロになりました。カチャンさん、こういうこと、こういうこと。後々になってくるとあのトズが一番コスパ良くなるんですけどね。トズ、うん、ファーストあのコッキングショットガンが7000ぐらいで買えるようになるんで。お弁当はどこで買うの。お弁当、あ、ランチボックス。あ、買うのばっか。まあ事前準備だいぶいりますからね。は、違うの買っちゃった、いっぱい。バカ。え。お金が。何買ったんですか。なんかメディキット買っちゃった。メディキット、黄色いやつ。はい、待機画面で待ってます。はい。かろうじて帰れそう。1時半分ぐらい減ってるけど。ギリギリいっぱい買おう。おばさん、おばさんだっけ。おばさんだ。いっぱいよこしな。目かゆくなってきた。ガンパウダー売っていいよね。ガンパウダーはまあ鎮痛剤も買っとくか。けど多分まあ現状はスタッシュの空きとお金の方が大事かな。また一つ一ついるものを身に染みて。水もっとこう長いしたらちょっと。そうですね、うん、多分一人でやってる時ここで長いすることないんで、ちょっとこれでいいのかな。なるとちょっとアーマーとかすべてなくしたな。うん、うん、まあやっぱ最初のうちはやっぱハンドガン1丁とかスカブ倒せるだけぐらいの装備のが、うん、これ最後に死んだのゴンさんかな。これですね、あのハンドガン回収してきたんで後で持ってくんで。マガジンってまだあります。マガジンはまだありますよ。ケース、あの本体持ってくんでマガジンと弾持ってきてください。
HP、HP 回復してくださいって、どれで回復するの？その黄色いやつカーソル合わせて右クリックすると、なんか使用とか書いてあったら。あれ、使用書いてないから使わなくていいのかな。他のなんかあるのか、捻挫とかなんか、あとはあの、ご飯とか食べましたじゃん。なんか、重症と書いてある。重症それダメなんじゃないかな。多分なんかこう、ヘルスが減ってんのか、出血してるのか、骨折してんのか。本当に？それでは回復できない。え、何で回復するのこれ。画面見てないかわかんない。あの、多分帰ってきた時のリザルトで回復押せなかったんですよ。ごめん、僕も今その状況です。お、なった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 。あ、オッケー、これでオッケーオッケーですか。トレーダーの画面では回復使えない。あ、そういうこと。ああ、そういうことか。うん。あ、じゃあ、これもトレーダーから買わなきゃいけないのか。誰がご飯売って。え、この PM のマガジンってここで買えるのかな。PM、チョピヒゲさん同じとこで買えますよ。本当に上の方に多分。上の。不明になってんのかな。あ、これ MP じゃないわ。PM 用90の93、発発マガジン。あと一応あの、まあ、これか。買うところの左側の買う。横になんかタブがあるんで、タブのマガジンってところを押せばマガジンしか出てこない。ああ、マガジン、これか。あった、PM 用、これか。そう、違うところ登録して、ランチャー落として、で、タルコ買ってランチャー落として、あ、スチームじゃないです、タルコは。そうですね、公式のところから買いに行かないと買えない。水が買えないかーって赤いニマスの持ってる。それでも回復する。これか。おお、なるほど、ありがとうございます。マズリックさん、すげえ助けてもらってる。大変だな。ジャックダニエル飲んじゃダメだよね。ジャックダニエル、あの詳細見てもらったら書いてあるんで、基本、アイテムの詳細。まあでもお酒系は基本あの水分減るイメージって。アルコールは有害ですよって。ちょっと。PM？ どれだどれだ。お金持ちか。とか。水がない。ダメですとか。ダメ、ダメ、何、何、ダメ。アルコール飲んじゃダメってことだと。お水買えないんだけど、どうしたらいい？水買えない？これか？なんか赤くなります。取引に必要なアイテムが足りないんだ。PM、 あ、それあの交換のやつになってるんで、その水、左側のルーブル表示になってるお金のやつで買わないと。了解、それアイテムの交換、そのアイテム持ってないと交換できない。カタカタ。ルーブルでこういうことだよ、確かここ。なんか多分帰ってる最中になんか買えないって、なんか持ってないって言ってて、なんか交換のやつじゃないかなって思いながら。交換になってた。で、まあ減ってたら飲んでもらって。地図も売ってるんだ。ですね。ランチボックスも交換しかない。あ、チョコレート成分値、あ、了解です。これでいいのかな。出て60のか。食料 100% 水な、さっきのアップ。リンゴジュースで足りなかった。リンゴジュースそんなに回復しないですか。あ、レイマンさんだ、こんばんは、いらっしゃい、コメントありがとうございます。いや、もう
よくバランスいこう。今になってちゃんとモデルが動いてるっていうこの謎。やっとモデルが。やっとモデルが息してる。バックパック、あれバックパック私持ってなかった。状態待ってまーす。はい、ちょっと。ちょっと待ってもください。回復の確認とかしていかないと。リグなくなってる。あれリグないや。ちょっとちょっと、あれはドアイファック2個持ちして、この石の星も持って。そっか、私死んだからか。うん。死んだらバック、てか装備なくなった状態ですからね、帰ってきたら。あれ、そう、遠足、ちょっとそこまでのレイマンさん。遠足なんですけど、一回しか帰れてないんです。俺は一回も帰れてないです。あれ、おかしいな。あ、先に食料食べてから水分取った方がいい。何です、吸収量みたいなのあんの？いや、あの食料食べると基本的に口の中の水分取られるみたいな感じで減っちゃうんで、そうそう水分が。なるほど。水分先に100にしてても食料食べたらなんか水分減っちゃってて、ね。うん。うん、ハンドガン持ってくやつ、リグがない。リグはラグマンから一応変えますけど、まあ、ライフスカブから剥げちゃってもらって、ラグマンって誰、うん、あ、ラグマンいた、ラグマンがそのメットとかボディーアーマーとかリグ系の人なんで、バッグも一応ここで初期から変えるんじゃないかな。はいはいはい、おにぎりと水筒は必須ですね。確かに、うん、遠足の必須。やっぱおやつにバナナを、おやつではないのか。やっぱおやつにはないのか。おやつなんか。やっべー。うん。どれがいいのこれ。一気にキャラクターダサくなった。ソフトアーマーしか買えないの。じゃあ私はリグをチェストリーグを買いました。うん。うん、ちょっと余ってるビーフチュー。水筒、あ、そういう買い方。スカブベストって何？これでいいんだよね。チェストリーグ、スカブベストってやつリングですよ。どれだ？なんかあの、なんだろう、上着みたいなやつ。緑の上着みたいなやつ。アーマーベスト違う、アーマーベスト違う、黒いやつかな、ちょっと違う、地で売ってるのってどっちだ。チェストリングは買ったんですけど、あでも、あそっか、イエーガーにあったんだっけスカブベストは。なんだな、情報のアプデが。あでもレベル1からアーマーに変えるか。ベスト、あ、了解了解了解。こんなこと、こんなこと、やっちゃった。ヘルメット。買っちゃった。すげえ買う、すげえ買うの。まあ、そうですね。なんか気にしだしたら止まんないですからね。もう。コスパ的に最高なのは回復とハンドガンだけ持って走っていってスカブ倒して武器取ってそのまま通路までダッシュしながらみたいなのが一番ですから。何これ？アーマーリグ、あこれもリグなんかい。アーマーリグはアーマーとリグが一体になってるやつなんで。じゃあボディアーマーいらないね。あいらないね。やべえ、ずっと見通してた。マジっすか。ずっと見通してた。なんか反応ないなと思いながらちょっと寂しく喋ってたけど。仕方してないよ。それでも反応ないから、もうやべえと思って、あ、ワンチャンと思って調べたら、ミドだった。
もうミュートになってること多すぎる。なんでだろう。え、あのアーマーとネットの間で行くのやばいですか。買った方がいいですか。あ、私はもうハンドガン一丁で行くことが多い。アーマーとかネットなしで。はい、取ります。皆さんのこぼれを。よし。俺マジで今金欠だから、俺にちょうだい。私も金欠らしい。多分みんな金欠だと思う。序盤は特に。いや、てか俺一番少ないと思う今状態。うん、もうあの30万ルーブルらしい。うん、もう。俺80万。おい。え？何？80万。ちょっとクラスク、クラスクまず拾わないでもらうわ。優先順位が決められていく。やばい、怖い怖い。カスタムの14時で。そういえば3レベルなってた、うん。はい、カスタムの14時ですね。カスタム14時。はい。了解です。ちょっとよ、まあ、保険が安い。5000円です。すごい、なんかいかついも持ってる人いるんだけど。もうなんかこれしかないもん、武器。逆に弾とかマガジンちゃんと持ってます、ね。あ、持ってます持ってます。僕も入りました、初端に。ありがとうございます。点滴を全部した。みんな強そう、俺だけなんか何しに来たんだみたいな。絶対リグ子供用なの。それ子供よ。まああのそのなんだっけ、あの買い物袋で作ったリグらしいですからね、それ説明読むと。あーあって、安いじゃん。結構みんなしっかり装備してる。俺だけなんかで弱そうな。あ、ハゲて。なんかやばい、どこも守ってなさそう。ハンドガンだ。鍵取りたいじゃなくて生き残りたいだから。肉壁がいっぱいあるからね。確かに、剥ぎ取りより生き残ることか。剥ぎ取って生き残りたいんですけど。怖いよ、ホブさんの近くにいたら俺は死ぬかも。殺、もうワンちゃん俺プラスク殺そうかなって思いながら。なんか剥ぎ取る系。プラスクのとりあえずブツ全部剥ぎ取ってやろうかな。早めに帰るのも大事なんですね。早めに帰ろう。なんか食料もない時はあさり早くし、まあその銃声鳴らしたところでずっとあさってると寄ってきますしね、普通。うん、我々はあの5人ここで湧いてるんで他のプレイヤーが少ないんで大丈夫なんですけど、これ1人2人でやってたら銃声鳴ってるとこにプレイヤー来たりしますから、うん、まあ、だからこそ5人がすごい利点ちゃ利点なんですけどね、すでに逃げ切ってやれ。コントローラー使えたらいいの。いや無理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 、これ足りない足りない、キー足りないもん。まず銃撃つときだけでいいんじゃない？ドローラー、ハイブリッド型。いや、最、じゃ僕これ最後でお願いします。最後逃げる。僕もこれラストですかね。な。じゃあみんなこれでラストにしようか。はい。逃げて終わります。みんな。5人揃ってね。そうですね。なんで昨日3人でやってるときすげえ帰りやすかった。なんで速攻で終わったんだよな、なんか。なんだろう、怖え。昨日はそもそも接敵がなかったね。うん、シュアラインだったから本当外周回ってるだけだったし、ね。うん、外周のザッカーサルだけで帰ってみたいでしょ、ね。うん、シュアラインの方がいいか、うん、タスクやるにはあれだけど、うん、あと3人倒されてないんです。ハンドガン倒し、ゲットレディ早まだで。音変わったからそろそろかなーって。いや、お待ち中です。あー、さっきのうちにスイム取ってくれよかったな。え、リアルのリアルのね。二度聞くか。俺に言うなそれを、俺にそれ言うなよ。俺の方がダメだからな今。やめろよ。何で仕事11時間だったから死ねる。やば、めっちゃ寝てたん今日。
寝てた。俺も11時って、俺最近毎日11時間だから。ああ。7時出勤の6時半帰りとか多いから。同じく。じゃあ、朝からデスクの移動と PC の移動全部してて。主任の、なんだろう、LANケーブルぶっ刺すの忘れてたけど放置してた。最低。さすがにわかるべ。いや、自分でするべっていう思いながら。3月1日に私は移動するからね、机の上きれいにしとくんだよって。Get ready。Get ready。UFO 逆なんだよな。よーし。痛い。帰りたい。タルコフあるあるですね。もうシンプルに帰りたい、それだけ。よし。ここからか。もうここ飽きたくねえんだけど、もうもう無理。ここ飽きたくねえ、もうここ怖い。誰か速攻でなんか走り回ってるけど大丈夫。てかここさっきと違う場所だよね。多分。違う。何これ。ね、オールドガスステーションの方、脱出口やってたもんね。さっきな、大丈夫。クスがね。あ、なんか大丈夫そう。なんか大丈夫です、大丈夫です。ここら辺は枠？あ、来た来た。あれ？どこみんな開いてた？俺先頭立ちたくないっす。いや、俺前だな。じゃあ立ってノーメッド、ノーメッド、ノーヘル、ノーヘル、一人いなくない。ゴンさん、あ、もう移動、ゴンさん移動してるっす。移動してるよ。あ、ちょっと出てます。はーい。 あ、見えました。行きますよ。はーい、はーい。僕ノーヘルなんで、うん、それる場所あったんだよ。ファクトリーキーでやっちゃいましょう。さっきオートになってるか、どう B ボタン、B ボタンっていうかキーの B 押すとフルオートとかに切り替えれるんで。あ、なったなったなった。オッケーオッケー。詰まるんで気をつけて。お、あさるな、あさるな。怖いな。あの、俺に起こせ。スコープがあるぞ。めっちゃ。あ、おいおい。あ、じゃこれ。二番手になりましたけど。お、ちょっとね、マジで。ちょっとね、もう俺にアイテムちょうだい、マジで本当に。ガソスタ行きますよ。おいおい、このクソ見て、おい、へっ、めっちゃくれって。スコープ取られたんだが。スコープあげる、スコープあげる。もうやだ、もうやだ。あの、あれ、あさってもらって、どこだろう。あの、レジあされるんで、現金入ってますよ。え、強盗。もうこの世に法なんて。ああ、もう漁ってた。早い。お金と聞いて。えっす。4つぐらいだったかな、確か。なんもない。あ、ごめん。くそー。確認せずに落ちてしまった。できる、外。待って。あ、待って。取り返し。外いますよ、敵。あ、いる。撃たれた。待って。これ出れねえ。大丈夫かな。やったかな。ナイスーナイス。詰まってて最初。ふれふれ。なんかヘルメットかぶって。武器ください。あれ、これ。あ、未鑑定だからかよ。ごちゃっそうで怖いんだけど、私ペーペー車だから大丈夫でーす。おー、いるよ。どこ戻るわ。ちょっと戻る。帰る。一旦部屋中戻る。左の方から銃声。そうですね、森の方から。うん。ある日。なんか一人多くない？誰これ？誰これ？ね、なんか多くないこれ？気のせい？え？大丈夫？怖い。なんか。こんにちは。こんにちは。この扉。誰こっちの扉開けたの？よいしょ。閉めとくよ。レジのところは集まりやすいから気をつけて。あ、おお、びっくりした。怖すぎるこの。え、わちゃわちゃちゃ。人狼。まあ、なんか、まあ、このとつり癖マジで本当に。アモンガスみたいな。まあ、プレイヤーなんで。もう一人いなかった？あれ？6人いなかったな。え、5人いや、
僕行きましょうか。僕の分に目でダメだこれ。分身か。あと一応ここに緑クレータ。え、ジャムったりって何？ジャムったり。ジャムる。あの玉詰まり。ジャムジャム。なもね。全然ホームさん遊ばせてもらえない。本当に。もう確実にこいつら殺してやろうかなと思ってる。いいぞ、俺やるだからまあ普通に殺せるからな。そうっすね、もう黒パターとか一瞬で抜けるからな、ゴミだったら。ここの道路もサブが湧くんですけど、湧いてないかな。で、なんか有志的席から聞こえたんだけど。俺です。あ、みんなどこ行った？どこ？え、みんな戦闘の戦闘でどんどん行っちゃって。戦闘だね、戦闘。どこ任せてた？コンテナ倒れた。あ、有志的席。ああ。言って。食らってますからね。回復しといてくださいよ。おーい。はい、上登ります。どれで回復すればいいんだっけ？詰まってる、詰まってる。大丈夫。先に漁るぜ。行っちゃった俺のもんだ。どれだ、難しい。私これ落ちちゃうよ。まあ、ゆっくり登ってもらって、うん、ここの赤バック黒か、まあ、バックと、うん、あとこの辺りにまあ飲み物とか食べ物とか、あ、回復落ちる。これされはこれタスクのアイテムですね。それあのおばあちゃんのタスクで必要になる。取るのめっちゃ早い。さくらさんいらねえわ。これ何？怖っ、下落ちそう。あのすげえすげえ。まあ、ここはまあ食料回復と雑貨がちょっと。医療品の山を拾ったけどこれはいいの。ああ結構高いやつね。雑貨系。じゃあ下戻りますで。いや落ちそうになった、やば。これ押されるからね。うん。渋滞。車線かぶり怖いな、俺。おお、うん、やめて、押さないで。高い。あ、早い。ありがとう、レミオ。みんなありがとう、優しいよ。優しい世界。優しい世界。こんなヘッポコでも怒られない世界。なんか俺、ああ、やり合ってんな。水分がない。塩。ちゃんと。はい。危ない危ない。してこない。大丈夫ですか？ごく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 。アーベスの子？あ、水分これなんの中に紛れてる。16、83だから大丈夫かな。どうします？アパート行くか、鉄骨行くか。え、俺なんかやばいんだけど。どうしたの？なんか、めまいが。めまい？え、それ水分とかあれなんじゃないですか？足りてないんじゃないの？お水飲もう、水。ビリビリがない、ビリビリ。ビリビリないこれ。ああ、それ食料だ、食料、食料。食料ない。食べないと、まずい。これ水飲もう。ああ、そうそう。食べてる、食べてる。危ない、危ない、危ない。怖い、怖い。ここで、怖い。むしゃむしゃ食べてる。怖えシールだって言う。怖えぜ。あ、捕まえてる、道路捕まえてる、スカブタスクの人。はい。左遷かぶり気をつけて、左遷かぶり気をつけて、それ。怖い。ちょっと待って、俺前取るよ、前取るよ、前取るよ。怖すぎる。ハンドガン撃ってる真ん前に頭がチラチラ出てるのめっちゃ怖い。草むら入ってきましたよ、右側。入っていったね。レイヤーいるんで気をつけて、そっち。みんな突っ込んでるけど大丈夫？やだ、俺行かない。行かない。怖すぎる。俺、配管の横取ってっからね。配管手前もみんな自分の位置ちゃんと報告してもらって、私さっきの場所から動いてないですからね。はい、了解。え、あ、まだいるの？私道路の左側の林のとこから行く。怖いな、俺行って死にそうだからな。私トラックの上で立ってますんで目印になってます。え、みんな行くの？今水色コンテナ手前まで来ました。食料ゼロだから。うん、やつどこ行った？家のほう行ったけどね。うん、大丈夫ですか？多分アパート中に、ね、あれ誰？プレイヤーいると思う。あれ誰？私動いてないです。道の真ん中。あれ車のところ。水色コンテナの中。私車のところを。ああ、コンテナいる。出ました。今
そっち戻ってます。怖っ。ここ結構もしかして物資来るあるから結構人来そう、もしかして。そうっすよ、あのそこ、あの私がさっき言ったあのマークドキーっていうなんかすごいレアアイテム出る部屋と TMC いるんで逃げた方がいいですよって言われた。うん、そこフルオートの、うん、どこみんな、あ戻るか。やだ、帰る。戻るわ。俺帰る。もうみんなどっか行っちゃったけど。俺帰る。とかにずっといますからね。戻ってる。僕はビニール。三人帰ってきた。帰りますよ。道路見て道路。三人走って帰ってきた。はいはいはい。ただいまー。プレートク画面的に。あー、はい、おかえりー。はーい。帰ってきた。じゃあ鉄骨の方行きますか。はいよ。空いてると。けど。アザリテこの辺怖いな。うん、なさそうだな。鉄骨の上登りますね。はい、こっち真ん中っす。建物の上に。ああ、周り警戒します。スカブいない。 いや道路いる。上登ってきてもらってスカブの助かる人、遠距離撃てる人、はい、AR、うん、AR の方。こっち上からあの道路見てもらったら赤い服着た人が。機関銃何これ撃てるの。これ使ってんすか。一応撃てますよ。全然当たんな。でも射線通んない。これやばいやばい。何これ。あ、大丈夫。流れ弾やったくさいかなあれ。下いるの誰ですかこれ今。下僕です。あ、やったっぽい、やったっぽい。やったっぽい。うん、倒れたかも。射線かぶるの怖すぎるんで申し訳ありません。普通にあの伏せたりとかしてる時あるんで気をつけてください。あ、了解。やったと思って近づいて死ぬ結構あって。撃ってみていい。どうぞ。いや試し撃ちの量じゃねえよそれは。ヘッドセットが揺れるんじゃ。じゃあさっきの確認しに行きますか。カチュ君、ちょっと行く。え、ね、誰今撃ったの？誰撃ったの今？撃ってない。やだー。俺と銃声に惹かれてやってきたかもしれない。 あ、やってる。スカブやってる。うん、2人走ってますよ。2人了解、見えてる。さっきの銃声誰も撃ってないんだよね。誰も撃ってない。撃ってないです、撃ってないです。じゃあ誰かそこいるでしょ。スカブかなんかいるよね。30分か。スカブかな。わかんないなぁ。リーグなんか知らんけど取っちゃった。あ、やめた方がいい。いるいいです。わかりまーす。上から周りある程度は見れてるんで。おい、リーグいいよ、どうぞ。いやいいいい、もういい、大丈夫。それでも戻るよ、敵来るから。ヘルメットいいの取らなくて。あの、もう取り残されてる。あの、取り残されてる。もうまあまあ、行くよ、戻るよ。いいこっちこっちこっち、まあ、こっち右側から行けるか。やばい、マンゴー乗った。え、あのなんか道路ぴょんぴょんしてるの誰。私。え、ダメだあれ。え、こっちだよって俺屈伸運動したよ。全然見えない。あ、こっち、ここ来て、はい、こっち来て。もういっそなんかそのまま道抜けてった方が早いんじゃないかってぐらいの思ってきた。はい。ああ、来た。うん。じゃあ一回みんな下降りて右側から行きましょうか。うん。いいですか。見ますか。三、三、四。はい、オッケー。五、五、いける、オッケー。五。え？みんなどっか行っちゃったけど大丈夫。あ、そっちから行く。飛び越えてるけど大丈夫。あ、ごめん、なんかめっちゃエイペックス感あった今。なんで飛べないんだけど。いや、飛ばないで、飛ばなくていい、飛ばんでいい。あ、右の方は、フェンス沿いに走っていって。誰がいたのかわかんないけど。
フェンスなしって、それあるある。出入り口あるから。こっちに。こっちから行きますよ。はーい。さっき倒したところの白い家まで行きます。うん。結局こっち来るんかい。うん、あの草むらに隠れてる可能性あったんですけど。か。え、あさってる人誰これ。あ、敵では誰も襲ってないよ。おるるるる。おるるる。おるるる。おるるるる。やばいやばい。怖い怖い怖い。誰も襲ってないって聞いた瞬間、嘘だよ。怖いよ。今そっちより合流しに行ってるからね。はい、道走ってきてる。走ってる走ってる。草むら潜るわ。あれ一人しか一人なくない？いやいや、俺だって。まあ、俺が今草むらの方から行ってる。あの死体は合流しに行ってる。どれどれどれ。ここにちょっと私離れます、ね、道の。ああ、それ欲しい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 。これ。アイテム、ボルトアクションのスコープ付き。うえ。いいなぁ。とりあえずここで待って。とりあえず私の青い車。青い車の上で周り見よう。あ、塀の裏にいるのが僕でーす。僕でーす。なんか缶詰ゲット。明日のあさり終わったやつがワンチャン来ないかが心配だな。うわ。え、なになになに。流兵が。大丈夫ですか、みんなあさり終わりました。すげー。あ、オッケーっす。さっきの青い車の方にいますからね、今。はーい。おお、すげえ。ちょっと俺、あれ飯とりあえず食っていく今。まあ、ちょっと飯食ってる。ああ、いたいた。出てきた。飯食いながら出てきた。で、一応この下行きますよ。はいはい。はい、ここがボートの脱出が右にあるんで。ああ、出ません。この焚き火ができて、出てれば、このボートの脱出口出れるんで。あ、出れますね。角まで行ってもらったら出れる。でも行っていいですか？怖いなのか。まあもう早めに出た方がいいんじゃないですか、ね。やったー出たー。押してる。だってもう。ああ。よーし。帰るの優先。帰れた。ゲットして帰れた。ピーマンさん、そうそうそう、仲間との敵の区別がすっごいしづらいです。なんか腕章つけたりとかとなんかいろいろやり方あるらしいんですけど。あ、そうなんだ。腕章かぶってても結局一緒らしいですよ。なんでやっぱ結局自分の位置の報告と、うん。まあ本当に味方の装備を覚えておくとか、うん、そういうレベルになってきます、ね。プレイヤーコンドレイティ、あー、まあスカブだね。あ、ちょっと足りないレベルさ。あ、400、あと400足りない。オッケー。ジジアザマージジセックス。え、ジジサンクス。え、ちょっとワプラス君そんな欲求不満かよ。スイスみたいに軽くスケートか。そうそうそう、今のはちょっとやばかった。よっしゃ、ガスマライザーアイテム整理。私ハンドガンを渡すって言って忘れてた。あ、大丈夫っすよ。ちょっとずっと握りしめて、ね、横置きのさ、縦置きにするのとかどうやるか。 R、 そんなんできるの。アイテムはドラッグ最中に R 押すと変わる。へ、あ、ほんとだ、知らなかった。うん、アナログ温度計。フェイスカバー、グリーンはないか。なんか日曜族を襲ってきた人みたい。いやでも結構雑貨系さっき言ってる世界だから。30発入りというか、ゴールドし知らんうちに敵殺してんのか。殺してんのか殺してんのかもよくわかんないんだよね。倒したときはあの戻ってきたときに何人倒したみたいなのが出るんで、うん、ハンドガンで倒せれてた。あー、バックが戻ってきた。
なんかちょっと微妙だな。いや、私はまだまだちょっとやる予定ではありますけど。いや、ちょっとこれ、近々だな。報酬してもらおう。てかもうやっぱ5人でやると全然プレイヤーに合わないですね。すごいな。人がいない。うん。ありがたい本当に。お金持ち。なりたい。2回目もやりましょう。これはやるか。やっていくうちに、てかあの期間が空いちゃうと多分みんな忘れちゃう。うん、やろう。あるな。ちょっと定期的に。うん、定期的に。私しばらく空いてるんで。もう暇なんで。春休みなんで。春休みなんで。春休みとか。いいね、春休み。昼から空いてるんでよろしくお願いします。さあ、ハルベさんとデートか。デートでお金カッポカッポ。いやでも二人だとめっちゃ来るよ。大変ですよ。プレイヤーの芝生が逃げるんで僕必死に。まあでも実際最初打たれたら逃げるっていうのも大事ですからね。で勝利条件は脱出キル数時間初心者だからなんかいや多分脱出じゃないかな多分。まあ自分の目的によってじゃないですか、ね、タスクやってるんだったらタスクが終わったらもうなんか死んでもいいやっていう人もいるし、うん、逆に経験値稼ぎたいんだったらあのいっぱいキルしたいっていうのもあるだろうし、うん、お金稼ぎるのもあるし、ね、きっと、うん、まあ究極的に言ったらお金稼ぎが多分メインにはなると思うんですけど、うんうんうん、お金ってどれくらいがなんか余裕な感じ？ああ、私はだいたいそうだな、あ、100万切らないぐらいにしたいかな。おお、うん、あとちょいか。食べるぞ。お金持ちになる。心に余裕ができるかな私は。もう1000万貯めよ。ただあの貯めすぎるとマネーケースとか買わないと収納できなくなるんで。そうなんだ。私前あの。だったかなんかめちゃくちゃお金貯めてもうなんかスタッシュがいっぱいになっちゃったことあるんで、うん、いい武器とか使ってみたいな。まあでもフリマが来れば結構揃えやすいですから、ね、フリマが10レベです。あと7 頑張ってあげて。最初は経験値少なめで済むんで。あ、そうなんですか。あげちゃおう。あ、レベ上げだったらファクトリーの戦闘が楽しいですけどね。出てきます。ファクトリーはスカブもいっぱいいるし、プレイヤーもいっぱいいるんで。じゃあとりあえず配信はここら辺で終わりますか。辺で。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。また明日配信します。それじゃあ皆さん、また会いましょう。バー。やっぱり人がかぶってくるじゃんね。ちょっとかぶっていきたいな、ね。